どうも、こんにちは。ワイドリバーです。今日もアークやっていきましょう。今日からはね、バルゲロやっていきたいと思います。アークとは一体どういうゲームなんぞやという方向けに説明いたしますと、パルワールドの元のゲームだね。まあ、難易度高めの恐竜がいるマインクラフトだと思っていただければ結構です。こうやってね、いきなり始まって早々だけど余裕で俺を殺しに来ます。新しくワールド作ってきたばっかりなんで、多少重いのはご愛嬌ください。 中盤後半あたりは良くなってると思うんでね。最初は仕方ないね。じゃあまず最初はいつも通り、布の服を作って装飾恐竜をテイムするところを頑張ってやっていこうか。まずお前、ゆっくりの方の悪、更新、届こってるけど、お前そっちはちゃんと更新してるのか。失踪するんじゃないかと、いう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。そっちも順次作っております。が、 アークするのが楽しすぎて、編集全然してないんだよね。ゆっくりってただでさえ時間かかるから。なので、膨大すぎる録画ファイルを前に、絶望してる次第であります。なのでね、ゆっくり10曲とこの生声10曲のアークを織り混ぜながら、いろんなクソゲードかの動画もポツポツ出ていくことになると思います。あまり投稿頻度には期待するなてな感じで、一応基礎ツールと服は作ってきたね。そうしましたらね、 アークの世界に降り立って一番最初にやることはやはり恐竜のテイムでしょう。でもこういうやつはトリケラトプスはまだ無理だよね。もっとザコい恐竜をテイムしようぜ。お、いますね。あいておいでお待て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 。おちょっと待て待て。俺まだまともに装備作ってないのに俺のことを全力で殺しにかかってくるやーべー奴らがいる。アークの世界は生きてくだけでも精一杯。 としましたら、ここのマップ、私がだ序盤大苦戦を強いられたジェネシス1とは違って、しっかり堂々がいるみたいなんで、堂々を勝って、まず序盤の必須アイテム、革を工面していきましょう。まずは槍を作って最低限自衛できるようにしよう。お、いいのもいるじゃん。これは、リストラサウルスだったかな。職を失いしモノザウルス。 しかし、容赦なく川にしていきます。アークの世界では、自分の身を守るためにも川は結構有用アイテムだったりするからね。俺、ビーガンだからあんまりこういうことはしたくないんだけど、仕方ないね。で、このカバーを作ると、序盤の超有用アイテム、ボーラを作ることができるんだよね。ボーラは、小型から中型、小型からちっちゃい中型の恐竜まで使えるアイテムで、 これに引っ掛けられた恐竜は全く動くことができなくなるんだよね。だから身を守るために使ったり、自分から攻撃するとすぐ逃げちゃうような、昇進者ザウルス相手に、これを使って、で一方的にボコスカ殴って。まあ、いろいろとできるようになるんですよね。そこも後ほど。で、それを作るためには大量の皮がいるので、自分より弱いクソザコザウルスを縛いて川にしていきましょう。堂々可愛いいよな。こんなに可愛い堂々にも。 これが手を挙げる日が来るだなんて、信じらんないわ。心いて。んで、堂々で自分の手を赤く染めてる間にレベル9に上がったんで、これで作れるね、ボーラ。いますお早速出番じゃんパラサウロロフスくん、レベル 90! わー、いけるかなで、アークと言ったら一番の醍醐味はやはり恐竜のテイムでしょう。アークというこの神ゲーは、こうやって襲いかかってくる恐竜、ほとんどの恐竜を、 テイムすることができるんだよね。捕まえて仲間にすることができます。で、その仲間にするのにも、このボーラが一役を買うわけなんですよね。仲間にするためには、ほとんどの恐竜で気絶させて、その恐竜に好物を食わせると、仲間にすることができます。で、序盤はアイテム、物資全然ないので、基本的にボーラで動きを止めて、パチンコ、コンボで殴って気絶させていくことになります。納金だね。 で、ボーラで、おいよ、動きを止めて、そしたらパチンコで、ひたすら頭に石を当てて、気絶させていきます。あ、逃げるな序盤は気絶させるアイテムがザーコイのしかないんで、ボーラ一つじゃ心もとないね。よし。 よーし、やっと寝てくれた。あっぶな、死にかけじゃねえか。体力55しか残らなかったわ。序盤の、あ、序盤の方の気絶させるアイテムはダメージの割には昏睡値の上昇が低いので、こうやって死にそうになる恐竜がほとんどですね。恐竜によっては、今の気絶ツールじゃそもそも昏睡させることが不可能な恐竜もいるんでね。早いとこ文明レベルをどんどん上げていきたいところです。 そうしましたら、こいつは装飾恐竜なので、こいつの鉱物、ベリーを、こいつの懐に忍ばせていきます。ついでに、うんこも入れていきましょう。これは完全に嫌がらせですねで。そうすると、オッケーオッケー、テーム進行してるね。少し待ったらテーム完了しそうだ。よし、パラサウくんのテムが完了しましたね。このアークというゲームでは、ほとんどの恐竜でテームし、 ほとんどのテームした恐竜で乗ることができるんですよね。で、乗るためのアイテム、サドルを作っていきましょう。これ、パラサウロロフスのサドル。序盤の方はサドルのコスト軽いからすぐ乗れるね。んで、サドルをつけまして、で、これで乗れるようになります。アーク、始まったな。始まったな、アーク。アークをしたことがある人には言わずもがらなんですけど、 このアークというゲームでは非常に、プレイヤーより恐竜の方が強い設定でもう人はカスみたいなもんなんだよね。恐竜はみんな優秀なんだけど、それに比べて人はカスみたいなもんや。例えば、パラサロルフト、体力920、スタミナ1100、重量670だけど、プレイヤーなんて重量230、体力100、スタミナ100のクソ雑魚カスチンチンだから、基本的に、恐竜に乗って恐竜と戦ったり、 自分の身を守っていったりすることになるんだよね。俺は個人的に勝手に、あいてめえ、この野郎。さっき逃げたこいつらも、ほら。パラサウロロクスくんなら、簡単に縛くことができます。俺の知る限りだけど、パラサウロロクスくんは、戦、戦闘面では一番のクソ魚のはずなんだけど、それでもこんな簡単に、恐竜を倒せるようになるからね。 アークというゲーム、少し分かっていただけたんじゃないでしょうか。このマップにいるかどうかは知らないけど、もちろんいますよ。恐竜と言ったらあいつ、一体何のサウルスなんでしょうね。まあでもしかし、さっきも言ったように、そういう強力な恐竜を倒すためには、テームするためには、さらにしっかりとした準備が必要になるわけなんですよ。 なので、どんどんね、恐竜を仲間にして、俺自身のレベルも上げて、文明レベルを上げて挑んでいきましょう。でなんだけど、どうしよっか。まあ、なので、探索しながら、ここのマップの特色掴んだり、仲間にできる奴がいたら仲間にしていきたいと思います。マップ埋めたらちょっと走ってみよっか。パラサロロフス君に乗って。うわ、びっくりしたうわ、なんだ 普通にビビったわ。お前、この野郎つ序盤のサイコパスキラー、ユタラプトルパイセンじゃねえか。やれるかこいつで。いや、やれそう。マジでびっくりした。ふぅ。もしも、アークを始めてユタラプトルで、ユタラプトルに殺されてしまった、そういう人は、決して自分に、自分を恥じなくていいです。こいつ気違いなんで。 割とマジで、序盤にユタラプトルに襲われる瞬間だけアークってホラゲーとかすからね。ガチで心臓に悪い。いやー、トリケラトプスとか仲間にしたいなートリケラトプスとか仲間にできたら、割と序盤攻略快適になるんじゃないか。トリケラくんの殺人タックルがあれば、さっきみたいなユタラプターに襲われても、割と安心して今後過ごせそう。 ま、パラサーロロフス君もいることですし、準備にそんなコストもかからないでしょう。じゃあ早速、あいつをテイムしていきましょうか。まずは、麻酔矢を作るところだね。そしたら、さっきみたいに、パラサーロロフス君みたいに簡単に捕まえることはできないんだよね。石の剣材作って、罠を作ってはめかすして、麻酔矢で一方的に縛いていきましょう。 だ、俺は今あまりにもレベルが低くて、その必要アイテムを生産することができないので、レベルを上げがてら、麻酔矢を作りますか。麻酔薬を作りますか。麻酔薬、で、麻酔薬を作るためのすり鉢とすりこぎを作ります。で、石のツールだ、で、石のツールだと、結構石を掘るだけでも、とんでもない時間がかかるので、金属のツールがそろそろ作れるようになるんでね。レベル20か。 金属のツールも作っていきましょう。あ、で、あったあったあった。バルゲロはどうやら金属鉱石が周りに結構あるようなマップらしいのでね。金属鉱石を取るのもはかどりそうです。そ <laughs> う、そしたら土台を置いて、んで、金属鉱石を焼くための精錬炉作っていきます。で、オッケーオッケー。レベル21になったから作れるようになったね。マスイヤ。さあ、作るものがいっぱいだぞ。どんどん巻いていこう。まずは精錬炉。 すり鉢とすりこぎ。で、精錬炉を作っていきます。そしたら次は、すり鉢とすりこぎ。んで、ついでに、麻酔薬を作るのに必要な腐肉の生産も忘れない。序盤は麻酔薬の生産が一番経験値効率がいいらしいのでね。序盤のムーブに必要な経験値も集めていくぞ。んで、精錬炉を適当に8。 んで、ついでにベッドなんかも置いてあげます。んで、すり鉢とすりこぎ置いて。で、そしてなんだけど、これも、アークの中で最も重要なところで、恐竜はそれぞれ、恐竜に応じて得意なことがあるんだよね。ほとんどの場合。装飾恐竜はもちろん装飾だから、こうやってベリーを集めるのが得意なんだよね。 人間なんかで採取するより、何十倍も効率よく、ものによってはうん百倍も効率よく、採取できる恐竜もいます。序盤の必要な恐竜をテイムするためには麻酔薬がいて、そのためには大量の麻酔薬の原料、ナルコベリーがいて、それをサバイバーで採取するのはめんどくさかったからわざわざパラサロフスを一番最初にテイムしたんだよね。ただの物運び要因だけではないぞと。 んで、こいつから取った大量のナルコベリーと、売っておいたフニクレ、麻酔薬、これを生産していきます。んで、金属鉱石を掘って、で、金属も一緒に焼いていきましょう。これで金属のピッケル、金属の,の作業台、最低限の必要ツールを作っていきます。そうすれば、石を取ったり、金属鉱石を取るのも、はかどるぞ。よし、これである程度金属インゴットが集まったんで、 まずは作業台を作っていきます。これで金属ピッケルとか金属の斧が作れるようになります。んで、集めておいた皮もいっぱいあるんで、ツールを作るのには困らないね。んで、そしたらよ、思ったよりさ、レベル上がっちまったんだよね。アークって結構クラフトで入る経験値も美味しいし、麻酔薬作ったのが効いたね。弓と麻酔薬でトリケラトプス昏睡させようと思ったんだけど、 多分作れるようになってるんじゃないかなレベル的に。あったあったクロスウこれだね。クロスウがあればお兄さん、デイムに困りませんよ。そしてついでに罠に必要な建材も作っていきましょう。石の土台がどうやら経験値効率いいらしくてね。これが作れればさらに、レベル上げも加速していきますね。よー、そしたら、 石の建築に必要な材料が揃いつつあるんで、片っ端からどんどん作っていきますか。土台4つに、ドア枠が8個あれば十分かな。で、スロープを作るのも忘れずにね。余ったものは、矢にしていきましょう。オッケーオッケー。そしたらインゴットも焼き上がってるので、これで作れるね。ほいクロス棒が作れるようになりましたと。ここまで非常に順調に進んでおります。で、作っておいた矢と、 ま、麻酔薬で、麻酔矢も生成していきます。さあ、ここまでいいんじゃないか割と完璧なムーブができてるぞ。そうしましたら罠の材料は揃ってるんで、向こうにいっぱい縦横矛盾にカッポしてたトリケラトプスを仲間にしに行きましょう。うん、なんかここ床判定あるんだけど。罠を設置していきましょう。 ここでいいかなんーで、周りを軽く囲ってあげて、で、スロープで、道を作ってあげます。そしたら、ネズミ返しになってるんだよね。で、できれば強い個体をテイムしたいから、レベル60と、レベル 90! おレベル90の個体いるじゃんいいねそうしましたら、レベル90の個体を罠へ誘導していきましょう。いや、できるかなさあ、こっちだぞおいで ちょっかい出して。おら、突進の構えだ。あ、やべ。いや、ちゃんと建築できてない。しまった。うまいこと入ってくれ。さあ、おいで。ははは、下手くそすぎ。よし、これでオッケーおっと、なんか、周りの、周りの恐竜ともやり合ってるぞ。俺だけを見てくれ。うわ、こうなると難しくなってくるな2二体が合流しちゃったね。あいつら仲間意識が高いザルツだから、 仲間が襲われてるの見ると、ブチギレて、もう一方の塊も襲ってくるんだよね。で、アークのテイムにおいては割とそれ致命的だから。お、ブチギレてるまだ怒ってる、俺に。あ、まだ怒ってた、よかった。よし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 、うまくいきそう。そっちじゃねえよこっちに入ってくれ落ちたな。いでオッケー押したらしっかりハマってくれたね、ほらに。 ネズミ返しになってるので、こいつはもう抜け出せません。そしたら満を持して、用意してきた麻酔矢とクロスボウで、こいつの体を穴だらけにしてやりましょう。痛えザワやばいもう一匹もぶち切れてきたくす、やれるかいや、レベル142のパラサウロロフスなら、やれるでしょう。うもう一体のこいつはレベル60のザコだったはずなので。いや、全然ダメだ。 レベル全然違うのに、俺、取ってるダメージ違うでしょ。うまく水辺のぬかるみを使って、リーチの差を生かして一方的に攻撃を押し付ければいけるかあーで、そしてダメージ通るようになったね。動詞のオスとメスが近くになると、メイトブーストっていう補正がかかって、攻撃力、防御力それぞれ1.5倍ほどになるんだよね。おし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 。一人ぼっちの前じゃ何もできないんだぞと、自分の無力感をしっかりとトリケラトップスに染みつつ、 生肉にしていきましょう。絶望感で浸した肉が一番うめえんだで。今度こそ邪魔者がいなくなったので、トリケラトプス君を一方的に穴だらけにしていきましょう。はい、おやすみなさーい。オッケー。序盤だと割と苦労するところではあるんだけど、クロスウを作ってきた甲斐があったね。楽々ちんちんにテイムすることができそうです。 んで、パラサウロロス君でベリーを集めて、ベリーをあげます。そうすると、デイムが進行するんだけど、これが結構長いわけ。この間に、序盤に必要なものをもう少し揃えていきますか。次は、ケラチンかなカメザイルスを縛いて、キチンケラチンを捕獲していきます。木に挟まっています。野生のトラップにはまって抜け出せない哀れなカメサンザイルスを、俺がこのリンネから解放してあげましょう。 いやまずい,い,まずい助けてくれおい助けてくれ抜け出せないんだけどおい助けてくれ助けてくれなんでカメごときになんでかあ <laughs> お<ー> <laughs> 死んじゃったパラサフロロス <laughs> どうしてだよ ちなみに、まあ、アークをやってる人は、もちろん周知の事実なんですけど、このゲーム、パルワールドと違って、一度死んだ恐竜は二度と帰ってきません。死んだらもちろんそのままです。記念すべき初テイムのパラサウ君は、わずか30分足らずで死んでしまいました。悲しいね。まあ、これも弱肉恐縮だと思って諦めていただいて、しっかりと仇を取っていきましょう。 クロスボウはテイムだけじゃなくて割と序盤の戦闘にも一役買ってくれるので問題ないっちゃ問題ないですねよし。仇は取ったぞもちろんこいつも川として再利用していきますよしんでトリケラトプスくんのテイムも終わったねおおメル266序盤にしてはなかなかの数値じゃないでしょうかそしたら罠をぶっ壊して こいつを解放していきます。早速こいつにも乗っていこうかトリケラトプスくん。こいつのサドルを作って早速乗っていきましょう。ちょっと皮がたい、が足りないので、パラサウロロスくんに手伝ってもらいましょう。あ、オッケーオッケーオッケー。もう勝手に攻撃してくれてるもんね。これがアークの醍醐味よ。サバイバーが攻撃するなんかよりはるかに簡単。皮が簡単に集まります。んで、トリケラトプスのサドルを作ろうか。 だずっとカメサンザウルス殺して回ってたから、レベルがものっそい上がったね。レベルがもう42か。んで、サドルをつけてあげて。OK! トリケラトップスデビューよ。あ、ちょうどいいやつがいる。おらこの野郎はは <laughs> ほら、こういうちっちゃいやつはとんでもなく吹っ飛ぶんだよね。超強力なロックバック。おい、どこに行こうって言うんだ ?OK、OK。 こんぐらいの雑魚ならもう一方的に倒せるようになっちまったよ。そして、トリケラトプスの、この突進うおらっこねろーほら、突進が強烈すぎて、ピヨってるんだよね。突進された恐竜は。サバイバーが乗ると、こうやってプレイヤーが操作することによって、こいつのノックバックを最大限活かして、一方的に恐竜を倒せるようになるんだよね。 これはもう怖いもんなしっすわ。これはもうアークをクリアしたと言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。そして今、縛いたトリケラトプス。これでケラチンが75個集まりました。序盤のキチンケラチン75個。アークをしてる人には馴染み深い数値じゃないでしょうか。そうです。カメサンザールスも縛いてたのはこのため。プテラノドンを乗るためだったんですよね。 こいつのサドルのキチンケラチン75号はまあ序盤はだるくて、せこせこ集めてました。で、素晴らしいエイム。ちょうど手頃なプテラノドンがいたので、こいつをテイムしていきましょう。また一つここでアークが始まるわけなんですよね。序盤にパラサウテイムして、頑張ってキチンケラチン集めてプテラノドンをテイムする。そうすると何が起こるのか。 アークが始まります。プテラノドンのサドルを作って、プテラノドンに乗られるようになります。そうすると一気に序盤攻略探索、もろもろはかどり始めるわけなんですよね。みんなも自分のペースでいいんでね、ぜひ、ぜひぜひアークをプレイしてみてください。といったところで、プテラノドンのサドルを作っていきましょう。も、はいこれで、プテラノドンのサドルを作っていきましょう。 いやー、始まってしまいましたね。アーク、始まってしまいましたね。あ、ってしまったテーム完了お、これですぐ、プテラノドに乗れるのか。そう思った方は甘いです。俺が一番甘かったです。恐竜を昏睡させてテームするんだけど、もちろん昏睡させられた恐竜はいつまでも眠ったまんまじゃないんだよね。時間が経つとどんどん、起きちゃうの。 これだね、気絶度。で、こうなると恐竜起きちゃうと、テーム失敗で最初からやり直しになっちゃうから、恐竜の口に毒ぶち込んでいきます。この麻酔薬の原料、ナルコベリーをぶち込んで、恐竜を起きないように調整してあげる必要があるんだよね。テームをするとき、最後まで気を抜けないのがこのアークというゲーム。プテラノドンの口にナルコベリーをしっかりとぶち込んであげましょう。で、パラサウロロス君死んで、ちょっと泣いたけど、こいつの方がベリー取れる量が多いんで、もう全く持って問題ないですね。 で、こうやって起きそうな恐竜には、口に毒、ねじ込んであげます。これでもう満タイ。大丈夫ですね。さあ、こいつのテイムが終わるまで、しばし待ちましょうか。よーし、テイム終わったね。オッケーオッケーオッケー。OK, OK, OK トリザウルスっと。これで空を飛んで探索ができるようになりました。素晴らしいね。早速持ってきたサドルを、つけてあげましょう。 オッケー早速じゃあ乗って軽く探索してみよっか。ここバルゲロ。初めてのマップでどんなところかわかんないんでね。俺が今軽く歩いてきたところだね。向こうの茶色いところからここまで。全然探索進んでないんだよね。えーで、向こうに軽く雪山があっ 自然豊かなところと、険しい雪山。雪山の向こうにもさらにマップが広がってるね。これはずいぶん探索しがいがありそうだ。で、海も結構広い感じするね。これは今後の探索は楽しみですね。まあ、てな感じでね。またまだ序盤であるけど、いい感じのスタートダッシュは切れたんじゃないでしょうか。ってことで、こっちはね、ゆっくり10キよりだいぶ早いペースで更新ができると思いますので。 よかったらチャンネル登録して続きも見てやってください。ってことで今日はここまでに合ります。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ウェイス、ワイドリバーです。今日もアークやっていきましょう。 前回から始まりましたアークバルゲロ攻略。前回でトリケラトップスとプテラノドンテイムして、基本的ツールを揃えることに成功したんだよね。まあしかしここのマップは何があるのかどんな恐竜がいるのか全くわからないんで、今日は序盤プテラノドン使ってちょっと軽く探索してね。で今まで慣れ親しんできた恐竜。有能な奴いればそいつをテイムしていきたいと思って。でもここのマップね、空から軽く見渡した感じね。 大半が雪山なんだよね。雪山は当然寒いから体幹装備とか、それなりのもの用意しなきゃダメだし。序盤の俺、うわなんだでけえ恐竜もいる。あれは、ブロントサウルスかな。今の俺のクソ雑魚装備じゃ到底テイムできない。圧倒的装飾恐竜の王だね。とかなんか言いつつも、普通に来ちゃいました、雪山に。ほら、右下、低体温症ってあるでしょ。どんどん体力減ってくんだよ。 うわー待ている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 ぞアークプレイヤーでは最も馴染み深い恐竜の一体でしょう。巨大鷲アルゲンダビスだね。おー、穴だ。一般通過サーベルタイガー。いなアルゲンダビスは、プテラノドンに比べて圧倒的スタミナ、そこそこの戦闘能力。 そして、圧倒的重量。序盤から終盤までお世話になり尽くしの圧倒的運搬の王だね。ってことで、捕まえていきますか。アルゲンダビス。んで、アルゲンダビスを仲間にするのにも、前回ゲームしたこのトリケラトプス。こいつが役に立つんだよね。プテラノドンは1に発で沈むんだけど、アルゲンダビスぐらいになってくると、さすがにね。 見た目の通り凶暴だから大量の麻酔薬がいるんだよね。そのためのベリー採取もトリケラトプスなら楽勝よ。ともあれ準備していきましょう。まずは大量の麻酔薬を作ろうな。そしてアルゲンダビスも捕まえるために、あいつは凶暴って言ったでしょ。暴れ回るから罠を作っていきます。んで、このアルゲンダビスには虎の子があるからね。実はそのためにプテラノドーンを テイムしたと言っても過言じゃないんだよね。プテラノドンがいれば、超絶簡単にアルゲンダビスに罠に誘導して、一方的にテイムできる罠があるんですよ。それ作っていきましょう。よし、こんなもんかな。確か石の土台と天井、扉、柵1個ずつに、石の両ビラ空きのドア枠、これが5つでアルゲンダビスの完封罠作れたはずです。 よーし、準備はこんなもんかな。十分な量のクロス棒の矢も作ってきたし、これでいけるはずです。あーで、どうしよっか。このアークには恐竜のレベルっていう概念があってさ、レベル5から150、5刻みでランダムに割り振られてるのね。で、ポケモンと違って、長く使えばレベル100カンストで、 みんな大体同じぐらいの能力になるってわけじゃないんだよね。レベル5の恐竜はマックスレベル100までにしか乗らないし、レベル150の恐竜はマックスレベル300になる。みたいな感覚なんだよね、アークの世界観だと。つまり、痩生れで,できるだけ強い恐竜を捕まえないと、強い答えになってくれないんだよ。極端な話、レベル1のティラノサルスは、レベル300のドードに負けます。さすがに極端すぎるな。でお兄さん、 野生の恐竜なんて暴れもある恐竜のレベルなんて落ち着いて見れないんじゃないかという方がいらっしゃるかもしれません。奥さん、そんなあなたにお似合いのアイテム、望遠鏡があるんだよね。水晶だけまだ見つかってないから、水晶が見つかれば作れそう。ついでに水晶も探していきますか。お、なんだ。おいおい、なんだなんだなんだ。新しくワールド作ったばっかりなはずなのに先住民がいるぞ。巨大な城がある。 ついでに探索してくべよ。中に何かがあるやもしれん。ほらならなら大量のコウモリだ。あいつら狂犬病持ってるから、病気移されるとまずいんだよ。まあ、一応ここから中は探索できそうだけど、痛い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 ,痛い。おいちょ待って待って待って。まずい。プテラノドンんのスタミナも突きかけだしいい、非常にまずいぞ。早く飛べ、薄野ろ まあそういうこともアルゲンダビスっていうことで。引き続き水晶を探してアルゲンダビス。いい感じの答え見つけていきましょう。うわケッザルコトルいるケッザルコトルおいマジかよこのマップにはケッザルコトルいるのかよ幸せアークの中で1、2を争うぐらい俺好きな恐竜の一体だね。うわー、仲間にしてけどこいつは絶対まだ無理だね。 もちろん空を、大空を飛んでるやつだから、地上からプスプスクロスウで狙う、なんてやり方じゃ到底テイムできないんだよね。まあ一匹ケッツァルコトル捕まえれば二体目は楽になる裏技があるんだけど、そもそも一匹しか、まず一匹目をテイムしないといけないわけで。今の俺にはまだまだ早い。 いや、てな感じでね、だいぶ水晶を探し回ったんだけど、アルゲンダビス、ケッツアルゴトル、見つかりはしたものの、水晶は全く見る影もないね。まあ仕方ないんで、アルゲンダビス、一体目は、適当なのを見つけて捕まえますか。望遠鏡ないと厳選はきついんで、最低レベル、うん、50ぐらいやってくれればいいかな。第1体、接近して。おレベル90だったかな、今。ちょうど一匹目でいいの引けたぞ。 こいつでいいや。<laughs> こいつ捕まえていきましょう。でなんだけど、アルゲンダビスの穴は、前回使ったトリケラトップス穴に比べてちょっとだけ複雑で、土台を置いて、両開きのドア枠を、アルゲンダビスを誘導する方向に向かってこんな感じで置きます。そして天井を置いて、石の柵を向かって右側につけて、で、内側にドアが開くように、両開きのドアを設置すると。 これで完成だね。いや、お兄さん。こんなガマガマなスっカスカな罠で、あのトリザウルスを捕獲できる、できますかと。あなたバカじゃないのと。百分一しか勝です。早速誘導して使ってみましょう。こいつだよな。間違ってたら殺せばいいだけなので、早速誘導。で、ここの罠に向かって、トールインワンさせていくとそうすると、こいつの両腕が引っかかって、 バカ野郎こいつはもうとらわれのみっちゅうわけっすわ大丈夫だよなオッケーじゃあそしたらこいつをテイムしていきましょうあとはもう逃げらんないんで持ってきたクロスボウと麻酔ヤで体を穴だらけにしていくだけの簡単な作業ですわよーし落ちたな んで、まあ、生肉でいっか。本当はね、霜降り肉とか、生肉の上位互換みたいなアイテムがあるんだけど、今の俺はあまりにも弱すぎる。生肉で我慢してもらいましょう。そうしましたら、周り少し探索しましょうか。ちょっと寒いところ。だけど、向こうの南の地には全く水晶がなかったんで、物ともせず踏み込んでいきます。 あ、でも案外寒いところ寒冷地そんなに広くないかハリボテみたいになってたね。手前すごい雪々だったけど、少し奥に来たらもう、逆に今度は砂漠地帯なんか暑そうなところ来たね。んで、オルディンオーバシみたいなのもあるわ。遺跡が多いな、ここのマップ。さっきのキチガイコウモリゾーンといい。周りにところどころ、アークルはなかなか見ない、文明の変輪と言いますか。 崩れた遺跡がちらほら目に映るね。おえ、待って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 おい、やばいのがいるぞおい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 、俺がお前にどれだけ恋焦がれたか知らねえだろうおい、動画の構成的にこんなに序盤でお目にかかっちまうのはどうかと思うけどよ。見るからにやばそうな見た目してるでしょ。いや、こいつがいるとね、もう世界が変わるんだよ。カルカルドンドンサウルスだね。 うわあ、こいつもいるのか、バルゲロは。いでほら、歩くだけで。いい危ない危ない危ない。歩くだけで、80ダメージ入るんだよね。やばすぎ。今の俺じゃ、マジでどうしようもないんで、諦めましょう。あいつをテイムするには、まず、ティラノサウルスを仲間にする必要があるんでね。どうあがいてもティラノサウルスが最低要件になるんで。今の俺じゃ、マジでどうしようもないです。 あ、やべあ、やばい寒すぎて嘘だーあ気づいた時にはもう遅かった。あ、やっちゃった <laughs> おい、死んじゃったよ今とんでもない勢離で体力減ってなかった。危なくなったら帰ろうって思ってたら、もう死んでたんだよね。 アビスの5層の呪いみたいに、ちょっとぐらいなら大丈夫だろって思ってたら、いつの間にか全身の感覚失って死んでました。これやったなーうわ、めんどくせー。このゲーム、パルワールドみたいに、ご親切に。ファストトラベル機能、マッシュや自分が最後に死んだ位置なんてわかんないんで。マップレ探すしかないんだよね。だいたい、50の40ぐらいで死んだかな。うわぁ、でもやったなーマジで。このゲーム、 時間で消えちゃうんだよね、死んだアイテム。30分ぐらいだったかな大量の麻酔薬ロが持たせたし、あれはなくしたくないな。くっそ。いや、プテラノドン乗っていこうにもう、キチンケラチン序盤マジで手に入んないんで、プテラノドンテイムしたとして。いやー、ちょっと大急ぎで、大急ぎで死んだロスト回収しに行きましょうか。まずはプテラノドンテイムして、前回テイムしたトリケラトプス使って、 カメさん、しばいて。んで、キッチンをゲットして、プテラノドンサドル作って、大急ぎで戻りましょう。行けたってことは、一応帰れるはずなんで、取って帰れるはずなんで、寒さで死ぬ前に、パパッと回収しましょう。用心で使い捨てタクシーザールスのテイム終わったね。よし、そしたら、ロストしたアイテムが消えないうちに、とっとと回収しに行きましょう。お、んで、アルゲンダビス、そろそろテイム終わるな。俺がもちゃもちゃしてる間に。 今のところ今日アルゲンダビスしか収穫ないな。プレイ時間的にはそろそろいい時間になるけど。今のところアルゲンダビスしか収穫がないぞ。でもアルゲンダビスをテイムしたってなったら、アルゲンダビスの相棒、テイムしに行きたいよな。 もう俺疲れちまったよ。自分の手で石と金属鉱石掘るのは。そういえば、多くのアークプレイヤーの方々は、お、あいつ、テイムしに行くんかとなることでしょう。一体何キロサリスと何ドクルスなんだろうね。さあ、ここら辺かなって死んだはずなんだけど。ね、一応対策なんだけど、忍耐と防寒具。 忍耐に触れば多少の寒さは平気になるんだよね。詳しいしよう分かんないんだけど。それ以外にも、一応ゾンビ特攻できるように、皮と繊維持ってきました。これで危なくなったら、寝袋を置いて、なんとかお茶を濁していきましょう。いや待って、やばすぎるここ左上見てマイナス51度だったよ通りで一瞬で死ぬわけだよいや、結構、 いや、しっかり防寒対策してきたつもりだけど。いや、寒すぎる、寒すぎる。一瞬で俺の体力削られていくわ。たくさっきどこで死んだっけダメだ,だ。一回防寒置こう寒すぎる、この寒さ。寒すぎる、この寒さ。急いで寝袋をけ、OK。ああもう<笑><笑>また死んじゃった <laughs>。 どうしてだよどうしてだよあのロストの回収は諦めましょう。恐竜自体は、まあ、あんまり死なないんで、いつか会えたらいいね。また会える日を楽しみにしましょう。じゃあ、アルゲンダビス、せっかくテーマ終わったんで、あいつに乗っていきましょう。悪いことがあったらいいことで中和すればいいんだよ。 レベル62か。レベル4を上げれば乗れるね。んで、まずは、あのアルゲンダビスを回収しに行くのにも、プテラノドンがいるので、またプテラノドンをテイムしましょう。俺は一体何をしてるんだよーし、やっとテイム終わった。<laughs> お、で、ちょうどいいね。レベル上がりそう。今レベル61だから、このサドル作ったらレベル62に上がるだろう オッケー上がったね。これで作れるようになるんじゃないかしら。レベル62に上がったから、アルゲンダビスのサドル作れるようになったね。キチンケラチン150倍必要か。プテラノドン2体テイムしたんだよな。テイムする必要がないやつ。この余計なプテラノドンなければ、もうアルゲンダビスのサドル作れてたってことだね。すんげえ損した気分。 まあ、実際損してるか。では、そうしましたら、アルゲンダビスのサドルを作るために、もう少し亀芝縛いていきますか。よーし、やっと集まったね、必要素材。ここら辺も中盤後半になればね、キチンケラチン集めるの得意な恐竜テイムできるから、困ることは基本的になくなるんだけど、序盤はどうしても、必要な物資、 一つ一つ全力で作んなきゃあかんから。大変だね。早く文明を進歩させたいところや。といったところで、アルゲンダビスのサドル作っていきましょう。よし、できたね。アルゲンダビスのサドル。これでアルゲンダビスを迎えに行くんだけど、帰りが大変だな。まあ、行っか。よーし。さあ、アルゲンダビスくん。ちなみに、こいつは、 ここの扉を閉じれば、簡単に出してあげることができるんでね。この罠は何回でも再利用ができます。何回も使い回せるからこその紙トラップなんだよな。見てくれこのモフモフのかっこかわいい、騒音な姿。プテラノドンより多少遅いけど、そんなに気になるレベルの機動力じゃないし、なかなかスタミナ多くて、めちゃくちゃ重量持てるからね。くっそ快適にこれで探索ができるようになります。 反対、ちなみにだけど、このアルゲンダビス、作業台がこいつのサドルにはついています。何を言ってるかわからないでしょう。ここら辺はアークプレイヤーの多くの方々もよくわかってないと思います。今まで作業台で作ってたアイテムがこいつの背中で作れるってことだね。便利だね。んで、何よりの特徴なんだけど、このアルゲンダビス、体がでかいからとあることができます。ちょうどいいやついないかな。あ、いたいた。あ、いたいたいた。 これはいける、パラサウロロクス。こいつをね、えいよと。めっくそ。あ、ユタラプトルだけど、ほら、こうやって掴んで持ち運んだりすることができるんだよね。ちょっと痛いから話すんだけど、この掴み攻撃がなかなか便利で、こいつの相棒である、なんとかディクルスとか、なんとかキロサウルスを掴んで運んで、ブッシュを運搬したり、 またまたこいつで掴める恐竜を掴んで罠に放り投げてで一方的にクロスボウを打ち込んでテイムしたりすることができるんだよねおあいた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 さっそくいた,早速いたこいつこいつこいつあーくつおめえおめで待ってやっべかええ レベル150ドエディクルス見つけしまった。このマップ初の、このワールド初のドエディクルスがレベル150の監視と体なんだけど。高レベル本来出づらいからね。150なんてなかなかお目にかかる機会ないんだけど。紛れもなく神個体です。で、ちょっと興奮しちゃって説明が、ハブ説明がぐじゃぐじゃになっちゃったけど。そう、こいつは石を掘るのが得意なんだよね。ずっと手で石とか掘るの大変じゃん。百聞一分にしかず。 こいつをテイムしていきましょう。んで、なんだけど、拠点の近くにとりあえずキープしといて、で、こいつを入れる檻を作りましょう。んで、土台を、ほいよ、4つ置いて、で、ドア枠を、いい感じに囲ってあげますと。そうしましたら、アルゲンダビスで、で、ドエディクルツを掴んで、ここの檻に、はい、ホールインワンと。 これでこいつは見た目の通り体がクッソちっちゃいから、あとはゆっくり麻酔や麻酔用意して一方的にクロスボールチクチクすれば、テイム完了っちゅう寸法っすわ。よーし、そうしましたら、このドエリクルスチクチク縛いていきましょう。お、よーし、おやすみなさーい。おーっけおっけ。 え、待って、めちゃくちゃ強くない攻撃力260あるじゃん。こいつは、石材をめちゃくちゃ取るの得意ザウルスなんだけど、アークでの恐竜の採取量は、その恐竜がそのアイテムを集めるの得意かどうか、プラス、攻撃力の個体値にも結構依存するんだよね。これがまあ、めちゃくちゃ重要で、後半中盤、俺はきっと地獄を見ることになります。ポケモンの個体値とは全然違って、 アークの、この個体値は余裕で2倍3倍能力しかわってきたりするからね。とんでもなく重要な要素なんですよ。で、最終量に補正がかかる命令が260だったのはでかいよ。一般的には250から高い部類だからね。355へ狙っていきたいところ。ともあれ、こいつのテイムが終わるまでしばし待ちますか。よーし、ドワイディクルスのテイムやっと終わった。<laughs> 長すぎ。 よろしくな、大ケ。さあ、テーム結果はいかほどか。メレ、うや、はは、なんだこのメレーの高さ。380だって。見たことねえよ、こんなメレーの高さ。メレーが高いということは、それだけたくさんの石を一度に掘ることができます。じゃあ、早速使っていこっか。で、サドルをつけて、で、罠から出してあげます。で、こいつはね、もう本当にとんでもないよ。 こいつに乗って、周りの石を掘ると、一度に300個近くの石が手に入るんだよね。やばいでしょ。俺が手で掘るとこんぐらいのスピードだからね。1回に10個ぐらいしか手に入んないんだけど。こいつだと300個ぐらい手に入ります。で、ちなみにそれだけじゃないんだよね。一部の恐竜には重量軽減っていう仕様があって、例えばドエディクルス。普通石って、 100個で重量50もするんだけど、こいつが持つと75%激減。石12.5で持てるんだよね。軽くなります、石が。不思議だね。なので、罠とか健在にたくさん使う石を、このドエディクルスがいれば、簡単日記に大量に集めることができるんだよね。で、俺言うたよな、アルゲンダビスと、しかもアルゲンダビスとドエディクルスはめちゃくちゃ相性が良くて、アルゲンダビスに乗ってドエディクルスを掴んで、 石のところに行くと、ほら、こんな感じでね、トエイリクルスが自動的に石を掘ってくれるんだよね。これがまあ便利なわけなんですよね。とんでもない速度で大量の石が集まるようになります。ほら、見てくれ。今の一瞬で、石これ何千個だ石が3000個近く集まるんだよね。こんだけあると、建築も穴もめちゃくちゃ快適になるんだよね。 てことで、今日は大収穫だったね。カンスト・ドエ・ディクルスにアルゲンダビス。今後の冒険もより一層快適になっていくことでしょう。てことで、今日の動画はここまでになります。よかったら、コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 どうも、ワイドリバーです。前回、アルゲンダビスとドエイリクルスを捕まえたことによって、大量の石材の供給が可能になったんだよね。つまり、大量の石の罠を作ることができるようになったということです。てことで、今日はね、テイムしていきたいと思います。アークと言ったら恐竜、恐竜と言ったらやはりあいつでしょう。さあ、一体何のサウルスなんでしょうかでまずは準備がいっぱい必要なんだよね。さすがにそのレベルになると。 麻酔薬を作って、そして、そいつはね、さすがにテイムするの大変だから、弱いやつをテイムしても大して旨味ないんだよね。なので、先に遠くからでも恐竜のレベルがわかる神アイテム、望遠鏡を作るための水晶を探していきたいと思います。前回あまりにも見つからなすぎて断念したけど、今日こそは絶対見つけていくぞ、水晶。さあ、どんどん準備していきましょう。最初はまずは、さあ、OK。こんなもんでいいじゃないでしょうか、準備は。 罠の剣材に、そして寝袋。予備のクロスボウと大量の麻酔矢。こんだけあれば、一体はテイムできると思います。では、そうしましたらね、道すがら水晶を見つけて、んで、そいつをテイムしていきたいと思います。だから、まずは探索だね。一応、テイムもできるんだけど、どうせなら強い個体、テイムしたいじゃんお で、いるじゃねえかアンキロサウルス前回ちょっと軽くくれたけど、このアンキロサウルスってのがドエディクルスに並ぶアルゲンダビスの相棒だね。こいつは金属鉱石、水晶もろもろ取るのがめちゃくちゃ得意ザウルスです。でも今回はこいつのテイムの準備してきてないので、次回以降にしよっか、あいつのテイムは。金属鉱石を大量に使う用はまだないので。 あいつの出番はもうちょい先かなでも文明の発展とは切っても切り離せない存在なので今後確実にテイムしていくことになるうちの一匹ですおっているねティラノサウルスそうです今日はこいつをテイムしていきたいんだよねティラノサウルス奪ってレベルめっちゃ高 <laughs> あ望遠鏡いらねえやあ <laughs> 前回から運が爆発してるぞ。レベル150がまず、聞いた話によると0.1%か。そんくらいらしいんだよ。レベル高くなれば高くなるほど出にくいらしいのね。レベル145もね、そうそう見つかるもんじゃねえからな、マジで。はははは。いやー、これは、素晴らしいね。一応目安までに言うと、以前12時間丸々ティラノサウルス厳選したことあったんだけど、 その時、レベル100以上のティラノサウルスが出たのがやっと10体だったからね。あの12時間は一体何だったのかと、逆に今虚無を感じてます。じゃ早速あいつ捕まえていこうか。こんなにいい個体、お目にかかることはなかなかないのでな。で、ここは平地だから誘導もやりやすいね。早速罠を置いていきましょうか。で、ティラノサウルス専用の罠もあるんだけどね。今回のコンセプトは、初心者の方にもアークを知っていただくということで、 動画作らせていただいてるんで、最も単純で、最も納金なタイプの罠を用意してきました。箱型罠だね。脳死中御用達し箱型罠です。で、作り方は簡単で、程よい平地を見つけます。そうしたら4、4×4 に、石の土台を並べるんですけど、その際、できれば最小限の建材で作りたいじゃないですか。中心はあってもなくてもいいので、中心はくり抜いた状態で4、4×4 に並べていきます。こんな感じだね。 で、ここは見晴らしが良すぎるみたいなんで、ティラノサウルスがすんごい構ってくるね。で、次は、ティラノサウルスを誘導する方向。まあ、こういう誘導しやすい地形はどこでもいいんだけどね。一辺を、高さ3マスの石のドア枠で、おい、こんな感じで、並べていきます。で、そしたら用意してきた石の恐竜ゲートの扉で、ドア枠以外の3辺を囲っていきましょう。 全部石のドアバックでもいいんだけど、建築するのが大変って理由なだけだね。で、そしたら隙間から逃げないように、持ってきた扉で囲んでいきます。で、あとは、ネズミ返しになるように、スロープを設置していきましょう。よーし、これであとは誘導するだけだね。さあ、おいで。こっちだよ。さあ、オッケーオッケー。おいでなさいな。69ダメージ。 命令の値は225、6といったところかな。さあ、おいで。まあ、かもなく、不可もなくといったところ。よーしこれでティラノサウルス完封完了です。これだけでやれちまうんだからな。おい、そんな目で見たって、こっから出してやんねえぞ。あとは、近くでティラノサウルスを煽り散らかすなり。おごめんなさい まずった。あ <laughs> ぶ<危>ね。<laughs> ご主人様が攻撃されると、俺のアルゲンダビスがいい子ちゃんすぎて、向かってっちゃうからな。そしたら、不慮の事態に備えて寝袋置いていきます。これで万全だね。そしたら、思い思いの方法でティラノサウルスへ、寝かせていきましょう。お、なんや、なんや、なんや。ウパー帰ろ なんで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 気丈できないんだけどあっプなっ人がボーッとティラノサウルスに麻酔ヤ打ち込んできてる時に本当にこのラプカスはよ音もなく忍び寄ってくるの害悪すぎるてかヤバくないなんか埋まっちゃって飛べないしさ俺のアルゲンダビス結構血だらけボロボロなんだけどあっプなっ どっから寄ってきたマジで本当にこいつら。え<っ>よし。レベル140だって、ラプトル。いやー、運がいいのか悪いのかわかんねえな。襲いかかってくる恐竜までレベル高くすることはねえんだよ。んでなんだけど、これもテイムテクの一つで、ティラノサウルスとか麻酔や打ち込んでるとボロボロなって死んじゃうこともあるんだよね。そういう時に野生の自分の死体でもいいんだけど、 こうやって恐竜の死骸持ってきてあげて、食べさせてあげると回復するんだけど、なんかフリーズしちゃった。電源落ちちゃった、ティラノサルスくん。まあ、足元に置いとけば、いずれ食ってくれるだろう。お、おやすみなさい。落ちたな。よーしよしよしよし。あ、クロスボ一本で足りたんだ。もっとこいつ狙うイメージあったけど。 足りてくれましたね。ちなみに個体値は、そうだね。命令225。お体力は結構多いぞ !6160!225 はほどほどだけど、体力6000超えは、なかなか見ないです。9000いってくれるかなって感じだね。個人的には8500超えたら、まあまあいいかなって感じだから。体力6000からなら、9000ワンチャン狙います。ちなみに体力9000超え個体は、これまたアーク1100時間以上やってるけど、今まで3体かな しか捕まえたことないですちなみに絶望的に引きが悪いらしいですんでなんだけど生肉でテイムしてもいいんだけどティラノサウルスレベル145個体はちょっともったいないんでね生肉の上位互換霜降り肉でテイムしていきます霜降り肉はこういう体が大きなやつからしか手に入んないんだよねめんどくさい足元にシリアルキラーユタラプターがいっぱい潜んでるんでこいつの残りスタミナに気を配りながら プロドクスしばいていきましょうよーしでもう一つついでにここでアーク豆知識というかでもう一つついでに補足すると攻撃と体力あれ攻撃ほどほど体力ちょっと高いな個体なんだけどアーク的に言うとちなみに全然良くないんだよね体力神個体か攻撃神個体が出てほしい本当は今は到底まだまだなんだけどアークにはブリーディングというシステムがあるんだよね それも後ほど。おいおいおい、ここ危険すぎだろ。個人的なサイレントシリアルキラーが、ここ2種類もいるのかよ。ウタラフトララだけでもうお腹いっぱいだっつーのに、キラー堂々まだいるわ。 キラー道道は年に1回ぐらいの食事で済むほど代謝が良くて空気感を感じることはそんなにないのにただ生き物を殺すその感触を楽しむだけに生き物を殺して回るサイコパスです自分より体が数倍でかい相手にも躊躇なく戦いを挑んでいきます見つけたら即刻立ち去りましょう人間が挑んでいい相手ではありませんだいぶ霜降りィリ肉集まってきたな ティラノサウルスくんお腹空いてくれないとね、ご飯あげてテイム完了することができないんで。んで、お腹空くペースは一定なんでね。焦ったって仕方ないんで、今のうちに水晶を探していきましょう。あ、ちなみになんだけど、俺も初心者の頃よくやらかしてたんだけど、恐竜テイムした時、 気絶させた後、急いで飯突っ込む必要ないからね。お腹が空いた後に、ご飯を食べると、テイムが完了するってだけだから、事故を防ぐためにも、テイム失敗したくない恐竜は、時間あけてお腹が空いてから、餌をあげるようにしましょう。そうすると事故った時もね、やり直しが簡単に効くんで、空腹テイムだとか言うらしいぞ。餌をあげるのはお腹が空いた後。お兄さんとの約束だぞ。<music> よーし、そろそろ大丈夫かな だいぶ時間が経ったね。30分ぐらい開けたかなプテラノドンは一瞬で起きてたけど、ティラノサウルスは起きるの遅いからね。ティラノサウルスは渾水させるのに大量の麻酔がいった分、起きるのも遅いんだよね。これでテイム完了まだいけるかなよーし、オッケーさあ、どんなもんだ能力者は。メレーは微妙だったから体力が9000超えてれば、文句ないね。 あ、神答えです、これ。<laughs> おい、や、おマジかよおやったぜ <laughs> 体力9000超えてるのは、まあ、嬉しいんだけど、普通に、これめっちゃ嬉しいよ。<laughs> 命令355円の答え初めてです。命令366点めちゃくちゃ嬉しい、これ。アーク配信から見てくれてる人なら知ってると思うんだけど、ティラノサウルス、俺、厳選だけで200時間ぐらいかけたんだけど、中ー出なかったからね、命令355円の答えなんて。 初めての命令355へのティラノサウルスだね。こ <laughs> れマジかよ。あ、バカが来た。やっちまえね。やっちまえよ、ティラノ君。はい。ティラノサウルスなら一瞬でしばけますと言っタラプトルも。おい、ティラノサウルスなら一撃で200ダメージ出るんだよね。つえへへ。二百225から360まで行くことあるんだね。 これ相当運営です、ちなみに。命令260スタートで、命令340が、今までの中で最高値だったからね。いやー、これはとんでもない収穫ですね。あ、でも待って。帰りどうしよう。拠点がここで、俺が今いるのここか。え、どうしよう。こいつ拠点に持って帰りたいけど、デカすぎて持ち運べないや。アルゲンダビスくんじゃ、頑張っても掴めないんだよね、デカすぎて。加えて拠点めちゃくちゃ遠いし、 うん。でも、こいつに乗れるのはまだもうちょっと後になるのかな。ティラノくん乗るのは、レベル74で作れるみたいなんだけど、今日レベル1しか上がってないんだよね。レベル上がれば上がるほど上がりづらくなってくるから。まあでも今日は念願の神目でティラノサルスも捕まえることができたし、今日はこんぐらいにしよっかな。水晶はじめ、モロボロのことは次回こそ何とかしていきたいね。ってことで、今日はこれまでになります。 よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。 バイバイ。どうも、ワイドリバーです。今日はね、前回ティラノサウルス捕まえたんだけど、こいつには圧倒的に足りないものがあります。アークを普段からしている皆さんなら一瞬で気づいたことでしょう。サドルがないです。なので今日は、レベルを上げて、こいつにサドルをつけて大暴れしていきたいんですけど、もう一つ実は足りないものがあるんだよね。これまたアークプレイヤーお馴染みなんだけど、低音ポットだね。モンスターボールを作れてしまうんですよ、このゲームは。ティラノサウルス、確かに戦闘は最強なんだけど、 アルゲンダビスみたいに飛んで移動することができないから、機動力に欠けてるんだよね、どうしても。要所要所で使っていくためには、機動力がいるので、あいつを移動させてあげるためのアイテム、低音ポットを作っていきたいと思います。で、その低音ポットを作るためには、水晶が必要なんだよね。原油とポリマー、メドがついてるんだけど、水晶がマジで全然かいから。 初回から探してるんだけど、見つかんなくて。まず水晶を見つけていきたいと思います。確実に見つけていきます。あれなんだこのテック生物の量は。ロマンのカタマリザウルスの群生地じゃねえか。見てめちゃくちゃかっこよくないこうやってテック生物5、5%の確率で恐竜がテック化するんだよ。 いやぜひともこいつらとはお近づきになりたいんだけど、低温ポットを作るためには重油がいるので、こいつらから重油を工面していきましょう。うわ、で、わ <laughs> そっか、水辺に来たからこいつもいるのか。見てくれ。ティラノサウルスよりアグレッシブなあの動き。水上基地ガイザウルス、スピノサウルスだね。ティラノサウルスがリオレウスとするなら、スピノサウルスはラギアクルス。あった。 圧倒的水,水の王者なんだよねうわ今日はあいつテイムしていこうかでもまあしかし、スピノサウルス、あいつも、ティラノサウルスは基本的にテイムの仕方は同じなんだけど、水辺ということで、事故の危険度が爆上がりなんだよね。俺今乗って移動できるのはアルゲンダビスしかいないから、レベルを確認するためにあいつのスレスレ飛ぶのもめちゃくちゃ危険なんで、うーん、より一層欲しくなるね。 水晶が望遠鏡でレベルを見て安全にテープしていきたいわーでもところでここさあ,あやべミスター降れちゃったラッキー <laughs> おい中に水晶あるのかよそりゃ通りで見つかんねえわけだよめちゃくちゃ水晶あったわこれでやっと作れるね望遠鏡いやでも取りに行けるかな取りに行けるように祈っててくれ 酸素持ってく,れ行くぞめちゃくちゃ深いなオッケーオッケーオッケーちゃんと水晶取れるこれでやっと望遠鏡作れるよでついでに低温ポット作るのにも必要な分の水晶も集めていきましょうここのそそり立ってる石の中の空洞から水晶を採取できると覚えとこうかこれで望遠鏡がやっと作れるこれがないアークはアークじゃないと言っても過言ではないように思われます これでめちゃくちゃ快適になるんだよね。これ、例えばそこにボケっとしてるスピノサウルスか。望遠鏡を使えば、一発でレベル丸分かり。レベル55。本当は前回、デイムしたティラノサウルスも、これで快適に捕まえたかったんだよね。ってことで、まずは作っていこうか。低温ポット作り。あ、で、いたいたいた。ブルホノスコルピウス。こいつからは、カメさんから頑張って集めてた、ケラチンの代用品、キチンがいっぱい取れるんだよね。 こいつで工面していきましょう。ほんであったあったあった。これだね。黒曜石。この黒曜石を掘ると、黒曜石が手に入ります。そうすると、さっき集めたきちんと石でセメントを作って、そのセメントと黒曜石でポリマーができるんだよね。あ、しまった。だからそれを作るためには、先に旋盤というアイテムを開放しなきゃなんないんだよね。OK、まずはこの旋盤作っていきましょう。 はい。まずは、旋盤を作るためのセメントをいっぱい作ろう。発火口を次は作っていきます。んで、これでセメントと発火口を作業台にぶち込んで、で、旋盤が作れるわけだね。で、さらにセメントがいるか、128個のキッチンはケラチンを集めなきゃいけない。大変だね。カメさん10体分ぐらいかな。で、拠点も狭くなってきたね。狭すぎて旋盤とかもう置けないや。次回あたりお引っ越しもしていきたいね。 俺が今から作る低音ポットがあればお引越しもね、簡単にできるようになるんで、次回、次回あたり、お引越しもしていきますか。んで、旋盤を置いて、やばいってキチンケラチン集めていきますか。 お、レベル130のドエリクルス。こいつも捕まえときますか。あーでも結構ボロボロだなただダメージ食らってるだけだとね、テーム失敗しちゃうんですよ。気絶する前に死んじゃうから。気絶して貯めるためにダメージ与えなきゃいけないからね。なので、こいつは拠点の近くの檻に入れといて、俺の気が向いた時にテームしときますわ。で、なんでわざわざそんなことするかと。お前最強の命令を持った大助がいるからいいじゃないかと。甘いです。甘いんですよ。 ま、あそこら辺も後ほどね、やっていきましょう。大輔、ダイナミックンコかましたの俺今見逃さなかったぞ。で、今作ってるセメントで、ポリマーを作っていきます。で、これとセメントと黒曜石を先盤にぶち込んで、ポリマーを生成。これと各種材料を組み合わせて、空の低温ポットを作ることができるんだよね。よーし。 んで、この低音ポットってアイテムは、超絶ドブカスハイテクアイテムだから、普通の作業台1000番じゃ作ることはできないんだよね。それを作るために、この原始の島には見つかわしくない、あのハイテクな建物、オベリスクまで飛んでいきましょう。よーし、ここだね。オベリスク。まあ、いろいろと用途があるんだけど、そのうちの一つがこれだね。このカラーの低音ポットは超絶ハイテクアイテムだから、こういう場所でしか作ることができないんだよ。 よーし、これで出来上がりからの低音ポット。これをどうやって使うかなんだけど、このアイテムは、こんな風に恐竜に近づけると、ほら、アイテム化して持ち運ぶことができるんだよね、アルゲンダビス。 重量これポットに入れても0.5しかないんでね。一度に大量の恐竜を運んだり、することもできるようになりますよ。ちなみにだけど、まあ、もう一つ、このオベリスクには使い道があるんですけど、それも後ほど。もう一つの使い道はあまりにも道が長いので、ここでは割愛させていただきます。またその時のお楽しみということで。んー、じゃあそうしましたらね、スピノサウルス、デイムの準備を進めていきましょう。んで、スピノサウルスを罠をこれから作るんだけど、 ドエディクルスくんがいるから本当に楽だね。実は私がアークで初めてテイムした肉食恐竜はスピノサウルスなんですよ。あの時はドエディクルスとかの存在を知らなかったんで、2、3時間石のツールで石を掘り続けてやっとスピノサウルスをテイムしてたね。正直俺もアークプレイヤーの中ではまだまだ初心者なんだけど、あの頃からだいぶこうやって成長してスピノサウルスにまた挑む日が来るとはね、ちょっと感慨深いものがございます。 よーし、これで罠は完成だね。基本は同じだね。スロープに、土台に、ゲートで閉じて、ドア枠。で、ドア枠はティラノサウルスと違ってね、とある理由で、4つほど多めの20個になってます。じゃ、早速行きましょうか。スピノサウルステイムに。あ、んで、レベルもだいぶ上がってるね。建材作るのが結構レベル上がるんだよ。スピノサウルスのサドルはレベル71か。オッケーオッケー。スピノサウルスをテイムする頃には上がってそうだね。 いやーで、スピノサウルスをテイムしたら見えてくるね。このアークという神ゲーは、陸にも恐竜いっぱいいるけど、もちろん海にも進出できるんですよ。すごくないほら、見えるでしょうサメとか泳いでるの。しっかりとね、海の中のマップも作り込まれてるんだよね。パルワールドのおかげで、オープンワールドサバイバルクラフトのジャンルが結構日の目を浴びてるけど、その中でも特にアークはおすすめのゲームなんでね。 ちょっとでも、興味出た人は、ぜひ触ってほしいね。本当お願いします。よー、死んで戻ってきたぞ。ここの水辺にいっぱいスピノサウルスがうじゃうじゃしてるんだよね。あ、ほら、いる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 。あんなにクソデカザウルスにも躊躇なく遅いか,るからね、スピノサウルスは。レベルは60。こうやってレベルも簡単に見れるんだよね。うん、どうしよっか。そんな厳選とかしっかりするつもりはないけど、 やはりどうせなら、ある程度強い個体をテイムしたいんでね。レベル100以上の個体狙ってみよっか。せっかく望遠鏡もあるし。いや、でもスピノサウルスの数多すぎだろ。ああ、バケボロいるわ <laughs> レベル、レベル140がいるんだけど <laughs> どうしてやがるんだどうかしてやがるぜ。いや、でも大変だな 周りにスピノサウルスがうようよしすぎてるんだよね。テームしてる最中ももちろん安全じゃないんで、あいつピンポイントで狙うにも作戦がいるね。水辺で飛行生物飛び回るのはイケポチャしたら危険だから本当は近寄んない方がいいんだけど、あの2体1箇所にいられると到底テイミできないんで、1体ずつ剥がしていきますか。ここに罠を置いて、1匹剥がして1匹誘導して、それからクロスボウ打ち込んでいく方式かな。 そ、そしたらやっていきますか。うわやばいやばいあ <laughs> 心臓二つに割れたわ。あっぶねー、ぶれマジで今。俺のこのバルゲロシリーズのアーク、最高潮に緊張が走ったわ。 今目の前に飛んできたちっちゃい小媒みたいな極悪畜生ザウルスはミクロラプトルだね。アークの中で最もヘイトを買ってるうちの一匹、間違いなく。アークって基本的に恐竜から降りること、自分の意思で降りない限り降りることはないんだけど、強制的にあのミクロラプトルはダイレクトアタックを仕掛けてきます。恐竜からプレイヤーに。パート1でもしっかり実感したと思うんだけど、この世界って、サバイバー、人間って本当にクソ雑魚なの。 恐竜が圧倒的に強すぎるの。だから基本的に恐竜に乗って移動しかしないし、恐竜から降りる場面ってのなかなかないんだけど、あのミクロラプトルは強制的に恐竜からプレイヤーを剥がしてくるからね。その後、プレイヤーは普通に他の恐竜に持ってかれます。無残に殺されます。なすすべもなく殺されます。だから強制機乗解除持ちのミクロラプトルはあいつだけは本当に許されちゃいけないなのでちょっと作戦を変えましょう。先にレベルを上げて、ティラノサウルスに乗って、 あそこの安全確保していくぞ。低温ポットも作ってきたんでね。前回テイムして持ち帰ることを断念した、うちの最強ティラノサウルスをあっちに運んで、あそこでうまいことやっていきます。ごめんなー、ずっと落ちてて。この命令366、体力9000の神個体ティラノサウルスなら、向こうのスピノサウルスも散らかせるはずです。で、こうやってアイテム化して運ぶことができるんだよね、低温ポット。 さあそしたら一度拠点まで戻って準備していきましょう。さあ戻ってきました。ではそうしましたらひたすら建材作りだね。建築とかに手を出そうとしてくるとやはり木材が不足するよね。建築30種の中でも奴は最強。あいつをテイムする時が来たのかもしれませんね。さあ一体大量に木材を掘れる恐竜何モスなんでしょうか次回。 ムししに行きましょうよーしやっとレベル上がったねこれでやっとティラノサウルスのサドルを作れるようになります土台作りの経験値効率はまあ結構いいんだけどおかげで超大量の石の土台が出来上がったねこれで拠点を作る時もまあ多少は楽できるんじゃないでしょうか で、そしたら早速サドルを作っていくんだけど、これもまた大量の材料がいるんだよね。よし作れる革繊維インゴット。超大量の物資をつぎ込んでいきます。オッっけこれで乗れるぞほいサドルに、ティラノサウルスを出して、サドルをつけて、これで世界が変わります。ティラノサウルス、乗れちまいます。ほら、見てくれ こんな巨大なクソカッコイイザールスを自分の意思で動かせるんだよクソカッコイっしょ <laughs> これこそアークの醍醐味よティラノサウルスとかスピノサウルスミクロラプカスにビクビクしてる時代はもう終わりですこれからは俺がそいつらを脅かす時代なんだよねで方向もできてこのティラノサウルスの方向は自分より角が低いやつものによってはこの方向を聞くだけでビビり散らかしてで 逃げてくんだよね。ほいで。やはりティラノサウルスはこの投破能力の高さだよね。攻撃範囲もクッソ広いから、こんな感じで、ほい、周りのクソ雑魚を噛み殺しながら進むことができるようになります。で、見てくれ。今の一瞬で、超大量のカバが手に入るんだよね。凄まじいでしょ。序盤あんなにセコセコ頑張って集めてたのに。カバー集め、今後、物によっては満単位で必要になったりするんだけど、ティラノサウルス、 使えば一瞬で集まるんだよね。で、早速こいつ使って、スピノサイルス、テイブしに行こうか。さあ、戻ってきたよ。ここら辺だったかな ?140 スピノいたの。あ、いたいたいたちょうどあいつだったね。ここら辺はキチ違い特攻ザイルス。ミクロラプトルもいるから慎重にやっていくんだけど、そこ一回鳴らして罠を置いて、で、ティラノサイルス展開する感じにしよっかな。誘導自体は、 アルゲンダビスで行いたいんだけど、誘導してる最中にミクロラプトルに襲われないとも限らないんだよね。とりあえずティラノサウルス展開して、遠距離攻撃用のクロスボウあるんでね。クロスボウで遠くから牽制して、んでいらないスピノサウルスを縛いて、ミクロラプトルに襲われた後の、えスピノサウルスが襲われてる水の中にさらにヤバいやつもしかしているのかよし、早速邪魔が入んないうちに罠設置していこうか。近すぎてちょっと怖いな。 お前、こっちに来るな襲われてるやつが。とっとと罠設置してこっか。急いでやるとがばりやすいから正直良くないんだけど、そんなことも言ってらんない。なんか水中にやばいやつ潜んでそうなんで。レベル140のスピノサール、基本的に死ぬことはないと思うけど、死なないとも限らないんだな。で、途中までは前回と全く同じ。ドア枠と、ドアをこんな感じに並べていきます。で、そしたら、奥からスポッと抜けて出ちゃうことがあるらしいんで、ドア枠をこんな感じに。 奥の方だけ二つ。高さ二で並べていきます。で、あとはスロープをかけてあげる。あ、やべ、スロープが一個足りない。ま、誤差だよ、誤差。じゃあ、そうしましたらね、ティラノサウルスをしまって、いつでも出せるような状況にしては置いて、アルゲンダビスで罠に誘導していきます。スピノサウルス罠まで誘導できたら、一気に難易度ぐっと下がるからね。ほんで、こいつだよな、レベル140スピノサウルス。さあ、こっちだよ、おいで。さあ、おいで。 ホールインワンしてくれこれ健在殴ってんちゃうぞあ、オッケー入ってくれたよーしよ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 し。めちゃくちゃ誘導うまいね。なんだかんだ、1000時間やってますから。どや。<laughs> オッケーオッケーオッケー。で、そうしましたらね、これまた大事なことなんだけど、こいつ、どのぐらい体力削れてるかわかんないんで、こいつにご飯をあげます。野生の恐竜はご飯を食べれば体力回復してくれるんでね。オッケー回復したね。 じゃあ、そうしましたら早速、周りのスピノサウルスに最新の注意を払いつつ、穴だらけにしていきますか。あよー、ショッケー寝てくれた。心配であったからよかった。<laughs> オッケー、まあ、そんなもんだよな。 よし、そしたら、ティラノサルステイムした時と同じように、もったいないんで、霜降り肉でテイムしていきましょう。お兄さん、霜降り肉があるのと、目の前にいい霜降り肉があるじゃないですか。いらないスピノサルスは、霜降り肉になってもらいましょう。で、クレイグでも寝てるスピノサルスに攻撃当たんないようにだね。テイムボーナスっていう概念があって、いい餌でテイムすると、テイムボーナスが上がるんだよね。で、そのテイムボーナスは、混数した後に攻撃もらったりすると、テイムボーナスが下がったりするので、 丁寧にやってあげる必要があるわけです。うわってやばい結構気絶が回復するの早いな。ちょっと仕方ないんで、ナルコベリーを自分の手で集めて、でスピノサウルスに食わせながらお腹すくの待ちましょう。ティラノサウルス君とか起きるのがめっちゃ遅いから、時間待つだけでいいんだけど、スピノサウルスとかは昏睡の復帰が早いからね。こんな感じで恐竜によっては、テームがめちゃくちゃ忙しかったりします。 よーし、これで合計200個ぐらいかな。食わせたんで大丈夫でしょう。ちょ、そうしたら、スピノサウルスのサドル作ってまとっか。これだね。あー、シリカ真珠必要なのかー。うわ、どこで手に入るんだ、ここのマップ。シリカ真珠ってアイテムが必要になるんだよ、スピノサウルス乗るためには。ビーバーの巣だっけシリカ真珠は、カストロイです。 巨大ビーバーザウルスの巣の中にあることがあるんだよ。なので、あいつのお腹が空くのを間違ってら、ビーバーの巣を襲撃して、真珠、盗んでいきたいと思います。どっから見たんだけどなあ、いた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 。オッケーオッケーオッケー、ここら辺だわ。ほら。カストロイデス、いるでしょう。水るふやけてなんだかわかんないな。この巨大ビーバーザウルス、 の巣に大量のセメント、レアフラワー、シリカ真珠があったりするんだよね。シリカ真珠海でも集められるんだけど、海なんて到底まだまだ進出できないんで、こいつの巣をぶち壊して盗んでいきたいと思います。でも周りにちょっとカストロイで多いな。こいつらは巣の中を漁さるとね、自分のうちらから当然だけどぶち切れてくるんだよね。行くか。いいねごめんなさい 待って、強すぎ嘘だー <laughs> おーい、マジかよ生き恥さらしたわ。もうカストロイデスごときにやられたんだが。しかもなかったんだけど、シリカ神虫。いろいろと最悪だわ。やべ、肉腐ってら。今一度、ティラノサウルスで霜降り肉を取って、とっととテイム終わらせていきましょう。時間更新でスピノサウルス。テイム完了させてこっか。こんだけありゃ足りるやろ。 よーし、結構なんだかんだトラブルもありつつ大変だったけど。スピノサウルステーブ完了したね。よろしくな。トサカザウルス。さあ、こいつの能力値見ていこうか。元がメレ220度かだったかな。どこまで上がったか。 うーん、まあ、そんなもんだよな。メレー337。ま、あほどほどこんなもんだろうなって感じなんだけど、体力絶望的に低いね。うちのティラノ君はテイムしたてで体力9000あったと思うんだけど、体力4000しかない。だいたいスピノサウルスレベル140ぐらいテイムなら、5000ぐらいは行ってくれるはずなんだけど、4000中ごとれ。ま、あでも普通に使う分には、 なかなかクソ強固体であることには変わりないっす。次回までにこいつのサドル作っておきます。なや次回こいつに乗って暴れ散らかしましょう。てことでね、今日の動画はこれまでになります。よかったらチャンネル登録、やコメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃ、バイバイ。見てくれ、この大迫力。たまんねえよな、この流線形。そしてこの火力の高さ。 スピノサウルスのサドル作ってきたね。前回スピノサウルステイムしたんだけど、シリカ真珠が全然足りなくて、カストロイデスの巣に住みに行くも、帰り討ちにあって、結局乗れなかったんだよ。なので今日は、俺が裏でね、ビーバーの巣を襲って、で、サドルを作ってきました。で、こいつは見ての通りね、ティラノサウルスとは一線を隠す、起動能力の高さ。そして、こいつは水星恐竜なのでね、水場に近いところで進化を発揮します。水に触れるとバフがついて、回復、移動速度、攻撃力にそれぞれバフがかかります。 的に挑むときにはティラノサウルス使うんだけど起動能力こいつの方がクソ高いんでこいつが普段使いする恐竜に多分なるねほらこの火力の高さ凄まじいでしょてことでね今日はね一通りティラノサウルスアルゲンダビススピノサウルス移動用の恐竜を確保して戦闘もママこなせるようになったんでそろそろ建築文明の発展の方に力を入れていきたいと思いますてことで今日はね建築三重種のうちでもやつは最強 マンモスをテイムしていきたいと思います。そしではね、レベル上げの時に作った大量の建材もありますし、もう準備はできてるんで、早速マンモス、テイムしに行きますか。お。プロコップくんいる。レベル 150! 紙 <laughs> 神個体プロコプトトンがいるんだけど。うわあいつどうしようが。 ちょっと最初にプロコプトドンテイムしよっか。こういうイレギュラーも楽しんでいこうぜ。わあでもどうやってテイムしましょうでもお前近くで見ると顔ぶっさいな <laughs> おっさんみたいな顔してるよね、プロコプトドン。恐竜用ゲートを置いて、扉で箱を作って、レアフラワーで誘導していきますか。あったあった。ここバルゲロではね、いろんなところにレアフラワーが生えてるんで。レアフラワーには困んない。私、プレイ時間こそはだいぶやってるんですけど、 全然ネットで情報見ずにやってるんで、知識はまだまだ初心者なんだよね。うん、サイズ的には入りそう。で、こんな感じで。で、体がそんなに大きくないんで、できるだけ、こういう隙間をちっちゃくして、5個ぐらいあればいいかな。多分これで大丈夫。で、ここまで誘導したら、こっちの扉を閉める感じ。さあ、早速やっていこっか。で、レアフラワー。これ食べればね、これブチ切れて襲いかかってくれるんだよね。 飛び出し目指せて扉閉めさせめさせ,めさせて <laughs> おーい、殺意高すぎだろ、プロコプトドン。普通にぶち殺されたんだが。いや、もっとおっきなゲートあるんだけど、それ使うべきだったね。プロコプトドンの体が思ったよりでかかった。あと、寝袋設置してねえから、うわ、ダーリー。<laughs> こっちで復活かよ。そうしましたらね、あれ使ってこっか。トラバサミみたいなのがあるんだよ。 またぎが、クマとか狩る時に使ったりする。あった、これだね。トラバサビ。ティラノサウルスとかは、攻撃すると襲いかかってくれるから、罠に誘導しやすいんだけど、プロコプトドン君は、ちょっとでもちょっかい出すと、すぐ逃走しちゃうんだよね。恐竜によって出したようなテイム方法がある。これもアークの魅力の一つだね。さあ、同じ鉄は踏まないぞ。早速リベンジしてこっか。んで、まずは、寝袋を置いて、無抵抗にしておいて、ロスト回収して、 トラバサミを置きますこんなもんでいいかなおーそしたらリベンジをさあおいでこれ引っかかってるトラバサミいやこれで引っかかってるんなら OK これで引っかかってるんならすぐ近くの寝袋でスポーンして罠を設置すれば OK なんだけどなんか襲いかかられてないちょっと待って待って待って なんだなんだなんだ。なんかやってんだけど。あっちはっちで。うん、なんかプロコプトドンくんが偶然にも自分から罠に入ってくれてたんだけど。<laughs> ラッキーオッケー、これで大丈夫だね。<laughs> プレイ時間1100時間の威厳見せてあげようと思ったんだけど、超絶クソグダグダテイムになりそうだね。まあ、テイムできりゃいいんだよ。いで <laughs> おは待って。<laughs> お待って。俺が仕掛けた罠に俺が引っかかってるんだけど。おい、ちょっと、これ、どうすべえよ。このトラバサミ、使ったことないからわかんないんだけど。引っかかっちゃったんだけど。<笑><笑>これどうやって抜け出すのまあ、いっか。え、よくないか。まあ、とりあえず、プロコプトドン君を眠らせて、それから考えよっか。<laughs> やべ。ちょっと向こうで、うちの恐竜どもが襲われてるんで。大丈夫かあのプテラノドン。え、俺今助けたくても助けれねえからな。むしろ俺が今助けてほしいんだからな。お前らそこのところ勘違いすんなよ。お前らそっち余裕できたらでいいから、その後俺も助けてね。や、てか大丈夫か下手したらこのプロコプトドンくんにさ、流れ玉が来たら目も当てらんないからな。死ぬんならできるだけ、離れたところでひっそりと死んでくれ。あ、でもこれトラバサミ、だんだん耐久減ってるね。 77、76。時間さえ経てばこのトラバサミは逃げられそうかいや、あれ大丈夫かな本当に。あ。まあ、プテラノドンはいくらでもテイムし直せばいいからね。な、近くに置いとくか。スピノサウルス出しといて、周りの自衛をさせましょう。あのアルゲンダビスまで死なれたらだいぶ面倒になるからさ。あのー、トサカザールスあの、俺マジで今何も動けないの。 <laughs> おい、誰だよ、このトラバサミ置いたバカマジで。<music> よーし、やっと解放された。やばすぎ。このアークを破壊しかねない危険なアイテムでしたね。お,けおかげで、プテラノドンくんが殉職されました。んで、そうしましたらね、レアマッシュルームを取って、プロコプトドン、カンガルーザウルスのテイムを完了させましょうかと。ちょっと待ってな。 <laughs> おい、下りすぎたせいで起きそうなんだけど、プロコプ君が。まあでもこんなこともあろうかと。トリケラトプス。こいつ持ってきたんで、ナルコベリーをあいつの口の中にねじ込んで。んで、時間稼いでいこうね。そう、恐竜によっては、昏睡させた後、ナルコベリーを口にねじ込むのが必須な恐竜もいます。 プロコプトドンくんは、まあ優しい方なんですけど、なんとかノトサウルスとかは数千個単位で口にねじ込まなきゃいけない場合もあるので、そこら辺が難しいところ。んこいつの能力値は、スタミナ1015。高いのか低いのかよくわかんないな。じゃあ、急いでね。あいつも気絶回復するの、そこそこ早いやつみたいなんでね。急いで取ってきましょうか。レアマッシュルーム。お、で、あいつだね。マンモス。 今日テイムするやつ。マンモスといえば説明はいらないでしょう。お、待って。で、ついでにさ、お、見つけちまったわ。ここ洞窟じゃない多分洞窟だよね、ここ。水晶を取りに行く道すがらマンモス紹介しようと思ったら、ついでに洞窟も見つけちゃったね。洞窟、それは、あまたの危険、アマタの恐竜、そして、報酬アーティファクトがあるアークのダンジョンの一つだね。ちょっと後で、洞窟行ってみよっか。 今日は道草での収穫が多い日だね。てか、ここからしか水晶手に入んないっていうのもおかしいな話だと思うんだけどね。水晶って本来はそんなにレアな物資じゃないからもっと簡単に手に入る物資なんだけど。さあ一体どこにあるのやら。よーし、水晶を回収してくぞ。あれ復活してないもしかしてこれ。うわー、テンポット作るために本に来たばっかりなんだよ。復活してないなあんまり。奥の方に少しちらっと見えたけど。これか。 建築物が近くにあると復活できなかったりするんだよ。壊しようがないから。近くに寝袋あったせいで全然復活してなかったね。で、この水晶を掘るとレアマッシュルーム。これが出たり出なかったりするんだけど、今日の俺はプロコプトドンのテームなんて全然考えてなかったから、今まで掘ったレアマッシュルーム1個もないね。で、今1個しか手に入んなかったわ。いやー、どうしよっか。他のところも見てみよっか。ちょっと こんな時間ずれこういうところにないかな。あ、あったあったあった,ったよかった。そうだね、あそこ一箇所だけなわけがなかった。さあ、いっぱい出てくれよ。水晶を確定である程度取れるんだけど、それの副産物のレアマッシュルームは結構運みたいなところあるから。出ない時はとことんでない。あの、これ大丈夫スタミナ管理頑張って。おい、まずいぞこれ お前、もっと頑張って泳げよ、雑魚がよ <laughs> やる気なすぎだろええー、もう馬鹿だる <laughs> あそこに帰るのにもまたプテラルドンテームする必要あるんだけど。プテラルドンさっき殉職したばっかりなんだけど。あ、よかった。でも多少はレアマッシュルームあったね。あ、オッケーオッケー、こっちにもあったね。16個かー足りるかどうか、微妙だな。 俺が以前、テイムした、レベルなんだったかな ?145 体くらいは、12、3、13、4個だったかなすんごい記憶曖昧。レベル150,16個いけるか、どうかすんげえ不安。いや、もう失敗したら失敗したらいいか。<laughs> 無理を承知で合流していきますか。プテラノドンをテイムしながら、プロコプトドンに餌やって、で、ロストが消える前に回収しに行きたい。<music> オッケーオッケーちょっとだいぶ手こずっちゃったけど霜降り肉もねたくさん取れたんでこれでプテラノドン君のテイムもオッケー完了っすわそしたらこいつのサドル作ってあげてロスト回収そしてプロコプトドンに餌やりに行こっかもう起きそうじゃねえかプロコプトドンオッケーオッケープテラノドンならひとっ飛びティラノサウルスで来ようとしましたけど 地形がクソすぎて来れませんでしたで。ちょっとテイム完了直前にアルゲンダビスに絡まれる展開だけやめてな。さあ、足りるかな ?1 個につき7%。あ、ギリギリだね本当にちょうど足りた感じだわ。アップね !16 個ちょうどでやっとテイムって感じだね。やっぱりこいつくたびれたおっさんみたいな顔してるな。よーし。レベル224。 いや、この数字を見るためにアークをやってるって言っても過言じゃないね。よろしくな、オッサンザウルス。と、スタミナが1400。命令とか全く必要ないんだよね。これがどれほどの個体なものか。アーク有識者の人、採点をなしやす。で、今度は向こうのロスを回収しに行きます。あれ、もしかして結局、水晶掘りに行く必要なかった俺無駄に死んだだけじゃん。まあ、そういうこともあるゲンダビス。 あった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 たた、あそこだあそこ。いや、早くマップにもう慣れてかないといけないね。だいぶ迷子になったせいで、消えてしまうところだった。ロストアイテム。でお,お前こんなところで死んだのかお前もう顔出てるやんけ。もう顔出てるやんけ。なんで死んだんさっき窒らで。余計なテーマ、書き上がって。 まあ、ともあれね、これでプロコプトドンもテイムできたし、ロストも回収できたし、心起きなくマンモステイムしに行けそうですね。じゃ、あそうしましたらね、必要な物資もあることですし、早速マンモステイムしていきましょうか。あ、いた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 、早速マンモス。レベル95。レベル100以上は惜しいよね。はい、神マンモスと。<laughs> レベル140か。 こいつにテイムしよっか。あ、そっか、ここ。カスタムアップだから結構レベル高いやつが出やすいのかなずっとストーリーマップしかやってこなかった弊害が出てるね。で、なんだけど、ここがギリギリ、バイオームの境目で、18度ってなってるね。で、ここ行くとマイナス11度だけど、ここは18度なんで、ここに罠を設置して、俺は18度ゾーンからマンモスを穴だらけにしていきますか。これは IQ200 あります。 で、マンモスもティラノサウルスを捕まえた時と同じ箱型罠だね。おっと、地形が悪すぎて、土台を設置できないぞ。まあ、こういう時のリカバリーは、あらかじめ用意した建材を解体して崩して、で、石の天井を足りない分作ってください。全部石の天井でやったら、罠ガバガバになっちゃうんだけど、2倍分ぐらいなら大丈夫でしょう。で、ティラノサウルスの時と同じように、 石のドア枠と、石の恐竜をゲート枠で囲っていきます。で、あいつね、見かける割に体ちっちゃい判定だったような気がするんで、ドア枠で角を埋めてこっか。ちょっと心配なんで、四隅全部埋めちゃおっか。で、1マスぐらいなら乗り越えてきちゃうから、こんなもんでいっかな。建材も最近余るようになってきたんでね、大胆に使っていきます。これで OK。早速誘導してこっか。 まで余計なやつが近くに一匹あぶれてるからまずはそいつを襲うでしょっか基本的に恐竜同族のやつを襲うともう片割れもブチ切れて襲ってきちゃうことがあるんでねで前回テイムしたスピノサウルスくんで暴れ散らかしてきますほらスピノサウルスは移動だけじゃなくてもちろん攻撃も一級品だからねマンモスごとき余裕でしばきます で、そうしましたら、アルゲンダビスで誘導していきましょう。ちょっと俺死にそうなんだけど、体力。これ寒すぎなんだけど。大丈夫か、これ。ワンチャン仕切り直しも視野に。いや、大丈夫だ。一回攻撃して、俺はこっちのあったかいゾーンに来ればいいから。あ、諦めんなよお前、仲間の仇がいるよ。ちゃんと誘導してあげましょう。 さあ、おいでなさいな。さあ、これで、オッケーマンモスも、罠にはめていくと。で、そうだね。やっぱり四隅は高さ、四隅両方囲う必要なかったかもしんないけど、うん、高さ2マスで囲ってあげないとちょっと不安だね。 俺の動画を参考にしてマンモスをテイムする人がいたらねもっといい罠はあるんだろうけど四隅をこんな感じで囲っておくことをお勧めするぞじゃあそしたらねいつも通りあとはこいつにクロスボウ打ち込んで気絶させていきましょうかあーやべーやらかしたー最悪だ <laughs> 大丈夫かな うわあめっちゃテイムボーナスさら、下がっちゃった <laughs> ま、いっか。寝てる時にダメージ食らうとテイムボーナス下がるんだけど、ハンマーにあります寝る瞬間に最後の一発が入っちゃうこと。それの対策で間を開けて撃ったりするんだけどね。あいべ、また殴っちゃった。ははは。もう<ー笑>ま、いっか。時間を空けてやり直すっていう手段もあるんだけど、とある仕様のせいで、草食恐竜のやり直しは、肉食恐竜より、 くっそ面倒になってるんで、もうあのまま手ムスしちゃいましょう。うん、だいぶ時間かかりそうだね。あ、じゃあそうしましたらよ。ここ寒すぎて全然活動できないじゃん。体幹装備作ってまとくか。体幹装備といえば何を思い浮かべるでしょうか。そうです。正解です。毛皮装備なんだよね。えー、っと、全部で合計。 300個ぐらいかな ?300、2、30必要だね。で、プロコプトドン君のサドルにも毛皮がたくさん必要なんで、合計5、600かな必要になるみたい。これ、アークの世界で一番の矛盾だと思うんだけど、毛皮があるやつってさ、寒いところで生き抜くために毛皮が必要なわけじゃん。だからさ、毛皮を取るためには、毛皮が必要な場所に行かないといけないんだよ。これ意味わかんないよね。 バイオームの不死で毛皮がありそうなやつを探しがてら。んで、毛皮がふさふさなやつ見つけたら、ダメージ覚悟で毛皮を刈り取っていきたいと思います。ああ、いる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 。ユーティラヌス。あいつはいっぱい毛皮取れるんだけど、なかなか危険なやつなんだよね。ハイリターン、ハイリスク。もちろん犯していきます、ハイリスク。ま、あ大丈夫だろ。ウィース、やってるお前も強いかもしれないけど、それ以上に俺も、 俺も強いからね。ほら、これが、いや、本当に大丈夫これ。あぶれ <laughs> やるもんじゃないな。ちょ、待って待って。おふざけるな。体力800しか残ってないんだけど。危ない危ない危ない。高レベル出やすいから、厳選が楽な分、その分周りの恐竜もくっそ強えや。 早く前回テイムしたばかりのスピノサウルスくんを速攻で死なすとこだったね。でもおかげでたくさん怪我は手に入ったね。まあでもマンモスくん、テイム完了までだいぶ時間がかかりますんで、この調子で、怪我を採取しつつ、テイム完了まで待ちますか。お、マンモスもテイム完了したね。あんまり怪我は集まんなかったけど、プロコプトドンのサドル作る分は集まったかな。じゃあ早速マンモス回収していきますか。見てくれ、この荘厳な姿。 これこそマンモスって感じだね。なんだ待て、待て、お前今、無からダイオドンが生まれたぞ。ふざけるな。今、虚無からクソブタザウルスが出てきたぞ。あ、でも、クソ強えや、マンモス。<laughs> スピノ乗って助けようと思ったけど。こいつ、戦闘もそこそこ強いのか恥ずかしながらアーク1000時間以上やってマンモスを未だに。 戦闘用で使ったことないから分からんけど。そこそこ戦闘も強そうだね、マンモス。まあしかし、こいつの使う用途は、戦闘じゃないんだよね。言っただろ戦闘もこなせるだけで、奴はあくまでも、建築三重士が一人なんだよね。それでは早速ね、拠点帰って、サドル作って、マンモスの進化をご覧入れましょう。さあ、戻ってきました、拠点に。今までテイムした恐竜を並べてみよっか。 だいぶ今まででデイムしたからね。わかりやすく視覚化していきましょう。さあ、こんなもんだね。今までデイムしてきた恐竜たち。めちゃくちゃ多くなってきたね。ちょっとわかりづらいけど、ティラノサウルスの足元に、ドエディクルスが2体います。だいぶ拠点手狭でしょう。もうこっからお引っ越しししなきゃいけないんだよね。で、その時に役に立つのが、このモンマスなんだよね。さあ、マンモスがなんでお引っ越しに役立つか。お前頭大丈夫かと、正気です。 こいつが本当に役に立つんだよね。どういうことかというとね、拠点をお引っ越しするってなったらさ、そんなミキ期キ,キのままお引っ越しするわけにはいかないじゃん。この世界ってすんごい過酷だから。アークの安全は建築で確保するっていう考え方があるんだけど、それに役立つのがこのマンモス。見ててね。ほいよ。ほら、ちょっと投げると、とんでもない量の木材が一瞬で集まるんだよ。数千数万単位の木材がマンモスなら一瞬で集められるんだよ。で、それだけじゃないよ。 このマンモス、ドエディクレスと同じで、重量軽減がついてるんだよね。ほら、100個で12.5。人が持つと50。4分の1の重さで持てるの。こいつが、建築三0士であるゆえんだね。普通にあんな感じで野ざらしにしてたら、ここはまだ堂々とかしかいないから安全でいいけど、ちょっとお口の方行くと、とんでもない数の肉食恐竜、うよいよしてて、実際今日も死にそうなったじゃん。なので、石、木材、石材、それぞれ、 およそ1000個ずつ必要なんだけど、それを大量に用意して、引っ越しするときにそれを設置して先に安全確保しよう。っていう寸法なんだよね。いやー、パート5にして建築三重子揃えることができたね。 なので次回ね、お引越しして、軽く拠点立ててこっか。こんなところじゃ文明発展させらんないから。んで、文明の発展には、あいつが付き物だよね。さあ、一体何キロサウルスなんでしょうか次回、そいつをテイムしに行きましょう。ってことで、今日の動画はここまでになります。よかったら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃ、バイバーイ。最後にプロコプソドン乗ってみようぜ。 スコーツドアースプテラノドンがいないから、プロコプトドンで移動してたの懐かしいね。ほい。こんな感じ。まあ、そこそこ早いかな。でも、言うてそこまでじゃないんじゃないかってこれだと思うよね。ポイン。は <laughs> この跳躍能力よ。普通にジャンプするとこんぐらいなんだけど、いや、これでもやばいんだけど、カメラの角度を限界まで上げることによって、多分、 飛距離これ何百メートルだろう ?2、200, 300メートル一気に飛ぶことができます。まあ、このマップには、例のあいつがいるらしいんでね。まあ、そいつをテイムするに行くのは、だいぶ先になるんだろうけど、そいつをテイムするときに、このプロコプトドン、オッサンザルスは大いに役立ってくれることでしょう。ちなみに、移動速度に振れば、もっと速くなります。ちょっとすでに速くなったのわかるかな こっからさらに、とある手間を入れると1.2倍速くなって、レベルも持ってあげればそれだけ速くなるからね。普通の、ダッシュの移動でも結構強い。んってことで、い本当にここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あれ、バルゲロのデータないんだけど。ダウンロードしてないてか、なんだこのマップ。俺知らない場所じゃねえか。おい、待って、俺ラグナロクやったことないんだけど。あれ、俺もしかして今まで間違えてやってた <laughs> ま、とりあえずラグナロクやってみるか。あらら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 。前回までと同じマップだわ。はい、ってことでどうも、ワイドリーバーです。いや、やらかしたね。<laughs> 俺、今までずっとバルゲロじゃなくて、ラグナロクやってたらしいわ。完全にバルゲロのつもりでした。いや、今までコメントくれた人たちが、ちょっと、怪げそうな感じでコメントしてたから、あれ、もしかしてバルゲロクスマップなのかなって思ったけど、どうやら、 あ、こいつ気づかずにラグナロクやってんな。まあおもろいからこのまま放置しとこって感じだったんでしょう。うクソ野郎どもが。まあ毎回何かした調べやってるわけじゃないんで、私としてはやることは変わんないんでね。もしもバルゲロ、アーク、こいつのやつを参考にしてやろって思ってた人がいたら、ラグナロクをやらないかってことで今日はね、前回、マンモス、テイムして建築三重紙が揃ったんでね、こんな狭いところじゃもうやってられんと。 今日はお引越ししていこうかと思います。で、どうやらここのマップ、危険な肉食恐竜がワンサカマップみたいなんでね。そんなところに単身縄見れ行くわけにはいかないんだぞと。これからね、とある建材を大量生産していきます。一つにつき、木材、藁、石材、千個ずつ必要で、だいたいそれが最低でも十個ずつぐらいいるからね。マンモスを先にテイブする必要があったわけです。ってことで早速やっていきますか。よーし。とりあえずこんなもんかな。 到底一回じゃ採取しきれないんでね。最初の一回だけデモンストレーションして。で、あとは俺がささっと作ってきます。んで、ドエディクルスとマンモス。トリケラトプスからそれぞれ建材をアルゲンダビスの背に移してきます。んで、これだね。恐竜用の巨大石材門枠。これをいっぱい作って囲っていかなきゃダメなんだよ。ほら。今いっぱい集めた物資でも、やっと一個ずつ作れるぐらい。本当に大量の石材とか要求されるんだよ。 でも、これ健在にしてしまえば、それぞれ重量4なんでね、大量に持ち運びできるんです。で、これがどういうアイテムかというと、ほら、で、でかいでしょ。こうやってドガンと置いて、ドガンと置く。これをフェンス代わりに、移転するところに先に置くんだよね。そうすれば、基本的に恐竜は石材を壊せないんで、安全を確保できる。中寸法なわけですわ。では、早速どんどん作っていきますか。 よーし、こんなもんかな。それぞれ10個ずつ作ってきました。こんだけあれば結構な敷地囲えるはずです。んー、じゃあそうしましたら早速お引越ししましょうか。貴重品だけ持ってお引越ししちゃいましょう。なんかあった時のサブ拠点としてね、ここは残しとこうか。あ、で、そうだ。前回結局作るの忘れてた防寒具も作ってこっか。雪バイオーム寄りのところに作るからね。 防寒対策はしっかりしていきましょう。んで、こいつらは一回一回ね持ち運んじゃ手間だから、全員低音ポットに入れていくんだよね。これ本当に便利。よーし。これでお引っ越しの準備完了かな。だいぶここの拠点にお世話になったね。では早速、新天地目指して飛び立ちますか。バイバイ、急拠点。 えっとね、水晶が取れるかつ、とある理由で雪山の近くに拠点建てたいんだよね。これから新しい文明築くってなったらポリマーがいるんだよ。低温ポット作るために作った素材と同じだね。それをね、自分でいちいち作るのはまあめんどくさくて、代替品でなんとかする場合があるんだよね。有機ポリマーって言うんだけど。 その有機ポリマーはペンギンザウルスから取れるんだよ。ペンギンっていうぐらいだからもちろん寒いところにいるんだけど、何回も何回もポリマーを取るために往復してたらめんどくさいじゃん。しかもその有機ポリマーっていうのは賞味期限があるから。賞味ではないな。なので有機ポリマーからもそうそう遠くない場所に拠点を建てたい。どこら辺だったかなマンモスと昨日ね、一緒に移り込んでたんだよ、ペンギンが。あったったった。多分こっからじゃちょっと見えないんだけどね。 あそこの水辺にペンギンがいた気がします。お。前回マンモステイムしたところまで来たね。で、向こうが水晶取れるところで、ちょっと後ろのところがペンギンがいる有機ポリマー取れるゾーンなんだよね。ここら辺かなここら辺に拠点を建てましょうかここぐらいの平地ならなんとかなるか結構山肌っぽいからな。これ以上高望みしてもいい場所はないだろう。 ここに建てよっか、拠点。んで、そうしましたら、囲ってくんだけど、障害物が多すぎて多分建築できないんで、先に周りの木を切り取ってきます。ああああさあ、そしたら、この巨大石材門枠を、どんどん置いていくよ。いあさあ、こんなもんでいいかな上からバランスを見るか。まあ、まあ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 、上手に囲えた方じゃないでしょうか。 いいんだよ。広さ,ささえあればいいんだよ。なんか言いたいことあるんなら言えよ。なんか言いたいことあるんなら、面と向かって言えよ。おい。<laughs> こんなもんでいいだろ。オッケー。OK。こーれでよしだね。野生のどもな、畜生どもは入ってこれないんだよ、中に。この手間を怠ると、後悔するんで。マジで後悔するんで。本当に後悔するんで。ドブカス後悔するんで。ニいコいのみんなはめんどくさがっちゃダメだぞ。で、あとは、 土台を設置してね、余計なものがにョきにョきしてこないようにしようね。いや、思ったより緩急激しいか土台ね、前回のマンモスワナ置く時もチラッとそうだったけど、ほら、段差に弱いんだよね。こんな感じで設置できなくなっちゃうの。段差が、そんなに急じゃなければ、こうやって、置くことできるんだけど。なのでちょっと一工夫していきましょうか。せっかく作った建材ですけど、作り直します。柱建築していきましょう。よーし、こんなもんでいいや。 柱と天井。これで建築していきましょう。どんな感じだったかな柱を一番低いところに合わせて、植えて0.5じゃなくて一つ分開けて設置していく。よし、これで OK だね。で、こんな感じでとりあえずどんどん必要な柱を植えていきましょうか。んで、今何をしたかというと、土台判定を作ったんだよね。 こんな感じで、普通天井って、石の柱とか、土台から隣接した2マスまでしか天井を設置することはできないんだけど、柱を地面につかせることによって、かつ、こうやってしっかりグリッドを合わせることによって土台判定を発生させます。で、ここのどここの柱からもうマスまでだから、ここまでは設置できるんだけど、こっからは設置できないんで、ここで一工夫二工夫挟んでいくことになります。ここかな ここの柱から、ほい、こうやってグリッド合わせて、柱を伸ばしていくと、土台判定がね、こんな風にグリッド合わせて柱を伸ばすと、ほい、本来はここ設置できないんだけど、ほら、設置できるようになったんだよね。直接繋がってなくても、そこのグリッドがあってれば、グリッドがあっている天井の真下に柱があれば、 土台判定が発生するんだよね。まあ、ここら辺の仕様は説明するとめんどくさくなるんで。空中建築って言ったかな柱建築だか空中建築。興味あれば YouTube で調べてみるといいぞ。多分出てくる。もし、このままとりあえず天井を張り巡らせて、拠点の土台を完成させていこっか。よし。こんなもんでいいだろう。はは。よし。オッケー。とりあえず完成。 んだよ。言いたいことがあるんならはっきり言えよ。ほら。いいじゃねえか。質素な作りじゃないです。モダンでシンプルな作りと言ってください。一切の無駄を省いた素晴らしい建築。そうだよな。さすがにこれはひどいんで。ちょっとだけ、建築しよっか。仕方ねえ。さすがにあまりにも貧相すぎるんで。作っていきますか。それっぽく。いろんな建材使ったらそれっぽく見えねえかな。 うん。オッケーオッケーオッケー。まあ、い、い、いいんじゃないのこの建築の良さがわかんない人は、ちょっと建築に和かとは言わざるを得ないと思うね。ミラノとかのファッションショーの良さが一般人には理解できないように、俺のこの建築の良さもまた、熟練者にしかわかんないっちゅうことで。まあとりあえず、仮の住まいとしてはこんなものでいかがでしょうか 素晴らしい。とてもいい出来だと思います。で、これからは、しばらくはここに住むんだけど、ここの拠点をね、どんどん大きくして、大きくしてったり、必要なものを詰め込んだりする必要があるわけなんですよ。で、例えば、そろそろ作りたくないかほら、工業用グリルだって。工業用グリルとか、発電機とか、電気を使ったりできる時代が来るんだよね。あと、冷蔵庫とか、エアコンとかもある。でも、当然なんだけど、 それらの電化製品、金属製品を使うためには、金属のインゴット、鉄をたくさん掘んなきゃいけないんだよね。人間の手でも鉄を掘れないことはないんだけど、途方もない時間がかかるから、それは現実的じゃないんだよね。とある恐竜の力を借りていきます。文明の発展といえば、あいつは付き物。アルゲンダビスのドエ・ディクルスに並ぶ、相棒だね。さあ、一体何キロサウルスなんでしょうか早速、そいつ、テイムしに行きますか。 ちょうどね、ここら辺のバイオームで何体か見かけてるんだよね。さあ、たい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 た。めちゃくちゃ拠点の近くにいたじゃん。こいつだね。アンキロサイルス。体すんごいトゲトゲしてて、尻尾の先がさ、もう石を掘るための形してるでしょ。ピッケルみたいな形してるでしょ。そう、あいつの尻尾で金属鉱石をぶったたくと、アホみたいな量の金属鉱石が取れるんだよね。レベル100以上はやっぱり欲しいかな。 根気強く探していこうかおなんだここはアンキロサウルス探してたらこんなところまで来ちまったよ火山っぽくない火山バイオームかなここら辺は火山バイオームならこの木を投げれば木炭が取れるはずそうだね火山バイオームに来ちまったよあーでもここら辺ならあるかもね水晶とか 本来は水晶は火山バイオームにあったりするんだよね。アンキロサウルスもここら辺ならいることでしょう。いいね。ついでに火山探索とおしゃれコモうや。気持ち悪い。ムカデザウルス。アースロプレウラだね。PVP で、あ、待ってえカマキリいるお <laughs> カマキリいるおい、マジかよここら辺に建ててよかった拠点。かっこいいだけじゃなくて、 めちゃくちゃ強いんだよ、あいつら。俺がアークで一番好きな恐竜です。恐竜ではないんだけど、恐竜です。わあ、でもテイムがね、結構特殊でね、今はまだできないな。いつになることやら。あ、で、水晶も発見。オッケーオッケー。結構いいところに拠点建てたんじゃないでしょうか。で、ちょっと、あそこら辺暑いのでね、耐熱装備を作ってからじゃないとまだいけないや。耐熱装備を作ってから、リベンジしましょうか。 あ、やべ、熱中症になってるわ。ここのバイオームでもその概念存在するのか。熱中症になったらね、水の中に入れば、良くなった気がします。多分これで大丈夫。いや、ドエディクルスか。いや、140でお前、めちゃくちゃ高レベル、ドエディクルスいるんだけど。一応捕まえていくか。30分ぐらいかな探してるんだけど。高レベルアンキロが全然見つかんないね。 結構使うことになりますんでね、アンキロサウルスは。多少背伸びしてでも高レベルアンキロサウルス捕まえていきますわ。はい、一名様ご案内。ちょっと心配なんで、一応寝かすとくか。で、アンキロサウルスの檻を作っといて、アンキロサウルスを探しに行きますか。 おいたいたやっと !145 レベルのアンキロ近くにアルゲンダビスがいっぱいいるから、急いであいつさらって。で、とっとと立ち去ろうか。なんだかんだ合計ね1時間ちょい探しちゃったね。あいつをさすがに逃がしたらダメージでかいぞ。レベル55のザコと、こいつだね、レベル145のアンキロ。拠点まで持ち帰っちゃおっか。プテラノドン乗って探索しやから、健在力もなんもないんでね。 拠点までこのまま持ち帰ってんで、テイム完了させていきましょう。檻にぶっこんで、トっとテイムさせていきますか。よーし、おやすみなさい。オーケーオーケーオーケー。ここまで長かったけど、無事に、アンキロサウルス、気絶させることできたね。まあ、重量375、命令200。こんなもんかな やっぱりそうだよね。こいつをね、今ついでにテイムしてるレベル140ドエデクルス、命令195、こんなもんだよな。俺が1体目テイムしたこの大ケの命令380がいかに異常な数値かかるでしょう。スタート2 6十度からだったもんね。本来こんなもんです。じゃあそうしましたらね、アンキロサウルス、こいつテイム時間かかるんで、こいつを本格稼働させる準備していきますか。大量の精錬炉作ろうか。 よーし、こんなもんかな。こんだけ精錬炉もあれば、今後必要な分。とりあえず、供給できるかな。そうしましたら、こいつらのテイムが終わるまでの間にどんどん必要なもの揃えていくよ。いろいろと作っていこっか。食料保存頃か。あと、俺作ったことないけど、この暖炉とかも設置してみようか。あーんで、これも作ってみようか。ビールだる。ビール作ることができるんだよね。あった、テーブルだね。 このテーブルもまあ使い道があったりするんですよ。ここら辺に置いこっか。すり鉢とすりこぎは麻酔薬を作るためだけのアイテムじゃないんだぞと。とあるものにも作る必要があるんでね。精錬炉の正面に置いていきます。いいんじゃないすでにだいぶ拠点っぽくなってきたんじゃないオッケー、この調子でどんどん揃えていこう。で次は食料保存庫だね。その名の通り食料保存したり、今ずっとベリーで食いつないてるけど、ベリーって 全然腹に溜まんないんだわ。星肉を作ったりできます。いや、懐かしいね。これ多分俺だけなんだけど、この食料保存庫を作ると、どことなくスコーチドアースミを感じれるので、私はこのアイテムが大好きです。おって、でドエディクルスの定員も完了したね。さあ、君の能力値はまあ、そんなもんだよね。命令286。大輔とはまる100差ついてるじゃん。 んで、肉を焼くための焚き火を設置していきます。できるだけまっすぐになるようにだね建築はグリッドに合わせて結構綺麗に建築できるんだけど、オブジェクトを置く時にパワーポイントとかワードみたいに綺麗に揃えてくれる機能はないんで、完全に目分量で揃えていくことになります。で、あとはちょっと暗いんで、光源を足していきましょう。暖炉。これだね。1450個も必要なのこんなにでかいの暖炉。<laughs> まあ、それは煙突もあるか。 うん、ここに置こうか。石のハッチ枠で、いい感じになるんじゃないかここら辺の天井一枚ぶち抜いて、ハッチ枠にして、で、ハッチから、煙突が通るように、ダンロープで、火をつければ、いい感じに暖かみがある感じになったんじゃないでしょうか。あ、ビールダル。これ作ろっか。セメントはね、ビーバーさんが優しいんでね、分けてくれたから大量にあるから、よし、これでビールダルを作れる。 あ、で、結構ちっちゃいんだ。まあ、適当にポコンと置いちゃおうか。だいぶいい感じに拠点っぽくなってきたんじゃないでしょうか。で、わらと、ベリーと水を入れ、発酵マッチに水瓶を入れる。あああってしまった。これ、水が必要みたいなんだけど。いやー、水場が遠いんだよね、ここの拠点。完全に失念してたんだけど。まあ、後で気合で、ここまでパイプを引いて。 水もね、供給していきましょう。何これはっはっ人大ってのあるわ。作ってみようか、太鼓。<laughs> 作る必要があったのか多分ないと思うんだけど、まあ、ちょっとこのまんま拠点寂しいじゃん。太鼓で寂しさを中和していきましょう。だいぶ意味わかんねえな。<laughs> これは、<laughs> これは一体 <laughs>、 アンキロサウルスくんのテイムを待ってる間に、だいぶ拠点が充実してきたね。とりあえずはこんなもんでいいかなそうしましたらね、アンキロサウルスくんのテイムが終わるの待ちますか。よーし、アンキロサウルスもテイム完了した。装飾距離はさすがに長いね。OK 命令はでも300超えてくれていい感じ。よろしくな、のぶこ。 アンキロサウルスがいないアークは、アーク足りえないね。マジでこいつがいるだけで、今後必要な作業量をね、5分の1、いや、10分の1ぐらいまで抑えることできるんじゃないかな。ほら、こういう金属鉱石あるでしょ。人の手だと、ピッケル使っても、1回に、ほら、5、6個ずつしか掘ることができないんだけど、こいつを使えば、なんと、ほい一撃でほら、114個。んで、このアンキロサウルスはそれだけじゃないと。 いいよ。一撃でほら、100個以上掘れて、何回も掘れて、とんでもない量の金属鉱石、掘れるんだよね。ほら、数百個単位の金属鉱石は一瞬で集まるんだけど、あんたさんそんな重量圧迫して大丈夫ですかと。大丈夫なんだよね。ほら、見て。普通人が金属鉱石持つと、300個で重量300なんだけど、こいつが持つと、300個で重量45になるんだよ。 6.5分の1ぐらいかなとんでもなく重量軽減できるんだよ。で、不思議なことに重量軽減すると、アルゲンダビスが持ってもね、重量そのまんまなんで、アンキロに持たせてアルゲンダビスで移動して、ただ大量に掘れるだけじゃなくて重量軽減がついていて、しかもアルゲンダビスで担げる大きさだから、とんでもなく金属鉱石掘りがはかどりますよと。アンキロサウルスが文明開化に必要な理由だね。で、大量に持ってきた金属鉱石を、 あらかじめ作っといたこの精錬炉にぶち込んで、これからは大量の金属インゴットを確保していくと。これからは一気に文明が進むよ。いやーってな感じでね、今日は大いに進んだね。だいぶそれっぽい拠点も作ることができたし、今日は大満足ですわ。てことで、今日の動画はこれまでになります。よかったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。